BB 戦士、シャイニングガンダム、マッハレビュー、いいところ、足の可動域、作り慣れてる人ほど驚く、独特な接続により SD 体型にもかかわらずかなり足が広がります。プロポーション全体を見た時のバランスが小さいけどかっこいいです。肩、くるぶし、顔の変形等、鉄鋼の差し替えでスーパーモードの再現ができます。色分けもほぼ完璧だと思います。気になったところ、肩の可動域。60度ぐらいしか広げることができないので、ちょっとポージングが大変です。ハンドパーツ、シャイニングフィンガーを再現したクリアグリーンのハンドパーツしかないです。通常のハンドパーツはマスターグレードから流用しないといけないので、そもそも入手が大変です。合わせ目、肩とすねの中央、スーパーモード再現の関係で、頭部側面にぐるっと、フェイスパーツ真ん中にドカッと合わせ目がきます。スーパーモード固定ならフェイスパーツの合わせ目は気にならないと思います。どんな人におすすめか。ハンドパーツが気にならない人、スパロボやジージェネ、ゲームでシャイニングガンダムのプラモデルが欲しくなった人には特におすすめです。ではまたどこかで、バイバイ。BB 戦士ゴッドガンダムマッハレビュー。いいところ、足の可動域。シャイニングガンダムと同じで作り慣れてる人ほど驚く独特な接続により SD 体型にもかかわらず足がかなり広がります。爪、コアランダーの羽の展開。胸部パーツの付け替えでハイパーモードの再現ができます。肩をかなり前に引き出すことができます。気になったところ、足が短いせいか腕が長く見えるのでプロポーションがかっこ悪いです。肩が全然広がらないです。 A ポーズが限界かなと思います。ゴッドフィンガーを再現したクリアのハンドパーツしかないです。通常のハンドパーツは MG から流用しないといけないので入手が大変です。ここもシャイニングガンダムと一緒ですね。どんな人におすすめか。ハンドパーツが気にならない人、立っているだけの状態でも平気な人、ジージェネやスパロボのゴッドガンダムが好きな人におすすめです。ではまたどこかで、バイバイ。 HGCE エールストライクガンダムマッハレビュー。いいところ、色分け。特に本体は顔以外シールなしで再現。エールストライカーの稼働、特に羽の上下で表情をつけられるのが嬉しいです。旧ハイグレードよりも劇中のイメージに近いシルエットになっています。武装やエールストライカーでエントリーグレードと差別化できています。気になったところ、肩の可動。エールストライカーの関係で、上下は仕方ないにしろ前にはもう少し引き出せると良かったと思います。旧ハイグレードでは埋まっていた足の裏に肉抜き穴ができています。どんな人におすすめか。入手しやすいのでとりあえず何か作ってみたい人、旧ハイグレードでがっかりしたことがある人、素体として優秀なのでとりあえず何か改造をしたいなっていう人におすすめだと思いました。フィギュアライズスタンダードスレッタ・マーキュリーマッハレビュー。いいところ、全体的にめっちゃクオリティが高いです。平均点高すぎて得意科目がないみたいな状態になってます。珍しくエングレービングシールがついてきます。破れやすくて特に襟部分の貼る難易度は高いんですけど、情報量が多くてね、一気にリッチな感じになります。気になったところ、全体的にクオリティが高いので頑張って探す感じになるんですが、強いて言うなら表情ですね。作中のイメージには近いんですけど、アニメで印象的だった表情のパーツはついていません。どんな人におすすめか。スレッテが好きな人、ちょっと作るのは難しいんですけど、説明書をちゃんと読めば初心者でも作ることができると思います。手を加えるなら袖の中にオレンジを塗装、ブーツを一部グレーで塗装になるかなと思います。フィギュアライズスタンダードミオリネレンブランマッハレビュー。いいところ、アクションベース6がついてくる。タイツのラインが造形されている、いいですね。ブーツを脱いだ足が付属している、とってもいいですね。気になったところ、劇中の表情は再現されていません。髪のパーツ分割の関係でアホ毛がちょっとポロリしやすいです。ただね、これは個体差かもしれないです。どんな人におすすめか。全体的に出来がいいのでミオリネが好きな人におすすめです。ただ腕と脚部のパーツが左右で微妙に違うので、初心者ほど説明書はしっかり読む必要があると思います。手を加えるなら袖の中とブーツの塗り分けぐらいになるかなと思います。30ミニッツシスターズリシェッタマッハレビュー。いいところ、文金先生デザインが可愛いです。太ももが肌色パーツで嬉しいです。ランナーの配置が素晴らしくてかなりパーツを探しやすいです。30ミニッツミッションズのカスタマイズパーツも使えるので、メカメカしいカスタマイズならパーツの入手がしやすいです。気になったところ、太ももの合わせ目、折ってしまいそうなぐらい細い手首。30ミニッツシスターズのカスタマイズパーツがちょっと手に入りにくいところ。どんな人におすすめか。30ミニッツシスターズの中では店頭で入手しやすくなってきているので、美少女プラモデルに興味のある初心者、塗装は面倒だけどミキシングするのが好きな人にはおすすめだと思いました。ハイグレードガンダム TR1 アドバンストヘイズルマッハレビュー。いいところ、どっしりとしたマッシブな力強いプロポーションがかっこいい。
サブアーム、シールドブースターなど、ギミックとハイグレードに初めて二重関節を取り入れたキットのバリエーション機なのもあって、可動範囲が広く、ポージングを考えるのが楽しいです。ハイグレードとは思えないぐらいハンドパーツが付属します。特にビームサーベルの持ち手は角度がついていてかっこいいです。気になったところ、肘、膝周りのパーツ構成が合わせ目消しや塗装が大変なパーツ構成になっています。ダウンチモールドとして加工するのが一番手っ取り早いと思います。強化型シールドブースターの色分けがあんまりされてないですね。こんな人におすすめです。かっこいいガンプラが作りたい人、合わせ目とか気にならない人におすすめです。手を加えるなら、大変だけど合わせ目消し。スラスターの奥まったところや各種センサーのちょい足し塗装してあげるといいかなと思いました。HGUC ハイニューガンダムマッハレビュー。いいところ、青い部分の色分け、シールドを含めて優秀です。首の可動域、特に上方向に広くてポーズを取らせるときに重宝します。顔がいいですね。個人的にはリアルグレード、マスターグレード、ハイグレードの中で一番好きです。気になったところ、武器の色分け、本来ホワイトとグレーっぽい部分がメタリック一色になっていて、手に持たせた時に本体との情報量がアンバランスで気になります。フィンファンネルが2個しか動かない。ハイグレードのニューガンダムだと全部動いたのでちょっと期待してました。こんな人におすすめです。ハイニューガンダムが好きだけど、マスターグレードやリアルグレードを組み立てるのは時間的、技術的に難しいと思っている人におすすめです。手を加えるなら、武器の塗装、白い部分を塗るだけで情報量が2倍になってね、いいかなと思います。本体のダクトとか黒くなる部分を塗装すると本体がより引き締まっていい感じになると思います。ハイグレードベギルベンでマッハレビュー。いいところ、でっけえ盾、特に接続方法というか持たせ方が今までのガンプラの中で一番かっこいいと言っても過言ではないです。今後いろんなキットで採用してくれないかなと真剣に思いました。展開ギミックもかっこいいですね。でっけえビームライフル、肩に背負うタイプのビームライフルで、腰ダメのバズーカに似たかっこよさを感じます。気になったところ、足首の裏側からかかと、この辺りがスッカスカですね。ここだけ情報量が途端に少なくなるのでちょっと気になりました。肩の裏の肉抜き、もともと大きいので軽量化の面もあって仕方がないかなとは思うんですが、ベギルメンテのね、特徴でもあるのでどうしても気になりました。こんな人におすすめです。見た目が好きな人、チャディクガールズに好きなキャラがいる人、俺はエナオジャズが好きです。30ミニッツシスターズ、ファルファリーナコンダクターフォームマッハレビュー。好きなところ、大きな武器、特に盾が好きです。何型って呼ぶんですかね、長いアイロン型、かっこいいです。3本爪の足パーツ、個人的に羽パーツとかよりも人外っぽさ、鳥っぽさを感じて好きです。気になったところ、体の可動範囲の狭さ、特に腰とか腹部に隙間がなくて素組みの状態でも擦ってしまうので、塗装するならクリアランスが必須です。アーマーパーツの背面の情報量がちょっと寂しいですね。前から見た時の情報量が多いのでちょっと物足りなく感じました。こんな人におすすめです。カスタマイズパーツの争奪戦にも参加するのはしんどいなという人、ツンとした感じの子が好きな人。手を加えるならアーマーパーツで情報量の追加、さっきも言ったんですけどちょっとね背面の情報量が少ないので、ビルダーズパーツのバーニアかスラスターをね貼ってあげると良くなるかなと思いました。 HGUC 陸戦型ジムマッハレビュー。好きなところ、優秀な可動範囲、個人的に可動範囲の優秀なハイグレード1位がジェスターだったんですけど、この陸ジムはそのジェスタに並んできますね。かっこいいプロポーション、マスターグレードよりも後にハイグレードで出るキットはプロポーションが良くなるパターンがある気がします。気になったところ、足の裏の肉抜き穴、宇宙用のモビルスーツだとそういうデザインとして納得できるんですけど、陸戦系のモビルスーツだとどうしてもね見えた時に気になっちゃいます。微妙にジムっぽくない顔、ジム系ってちょっと弱そうというか優しい感じの顔つきだと思っていたので、このキットではバイザー部分が細くなって目つきがかっこよくなりすぎている感じがします。こんな人におすすめです。初めてガンプラを作る人でミリタリーっぽいのが好きな人、足のビームサーベルラックが入り組んでてちょっと難しいぐらいで組み立てやすいかなと思います。手を加えるならウェザリング、陸戦機体なのでねやっぱり押してみたいですね。頭部メインカメラをシルバー系で塗装、グリーンのクリアパーツが入るようになると思います。30ミニッツミッションズ、スピナティアリーパー仕様マッハレビュー。好きなところ、アーマーの羽、スピナティアリーパー仕様のシルエットのかっこよさの8割ぐらいを担保していると思います。頭部アーマーのクリアパーツが覗くスリット、目つきが鋭くなってかっこいいです。気になったところ、正直このデザインなら武器は斧よりもカマにしてほしかったです。 C ジョイントの関係で保持力が低いのを考慮して武器は小さめになっているのかなと思いました。カスタマイズするならバインダーの肩にくる部分にカスタマイズマテリアルのレンズシールかメタリックシールを貼るとかっこよくなるような気がします。
カスタマイズウェポンズ魔法武装の大釜を持たせるともっとリーバー死神っぽくなって雰囲気が出るかなと思いました。サーティーミニッツシスターズネバリアすぐみレビュー。好きなところ、セクシーなお姉さんっぽい色気のあるデザイン。ありがとう、それしか言う言葉が見つからない。髪の毛、パーツ数が 1.5 倍ぐらい増えていて横髪がかなり動くようになっています。表情がつきやすくていいですね。ブーツの裏のデザイン、ドクロのデザインがクールですね。この普段見えないところまでデザインが来られていると、やんってなりますね。気になったところ、ポムが硬い。マジで硬いです。特に握り拳の接続が硬くて自分は力ずくで押し込もうとしたら発火しました。武器を持つ手ではないのである程度軸を削ってもいいと思います。あとですね、ランナーから切り離す時点で四方八方に飛び散るので部屋を掃除したり対策をしてね、気をつけた方がいいと思いました。頭頂部の合わせ目、髪のパーツ数が増えていろいろな表情をつけれるようになった分増えた合わせ目がちょっと気になりました。手を加えるなら腹部のコルセットの紐っぽい部分を塗るとよりセクシーになると思います。ハイグレードガンダムエアリアルレビュー。好きなところ、エスカッシャンのシールド状態とビットンホームの劇中ギミックの再現。特にビットンホームは塩ビっぽいシルエットと武器が大型化していて好きなので嬉しいです。インモールドパーツ、新しい技術や考えられたギミックがワクワクしますね。気になったところ、胸部下部分のクリアパーツ、ここだけインモールドパーツもシールもなくて他の部分でどっちか使っちゃうと違和感湧きそうなのが気になりました。膝の合わせ目、正直今の技術で足の真正面に見える形で合わせ目ができることが意外でした。こんな人におすすめです。エアリアルが好きな人、パーツ数は多めなんですけど入り組んだりしてるわけではないので初心者でも作ることができるかなと思います。手を加えるなら股関節のパーツを左右で入れ替える。接続軸が上に来て足が長く見えるのでお好みでぜひ。合わせ目の処理、塗装するなら段落ちモールド、しないなら普通の合わせ目消しでいいかなと思います。ハイグレードガンダムファラクトマッハレビュー。好きなところ、顔、悪い顔したイケメンですね。足の裏のディテール、最近のガンプラは肉抜きでスッカスカなことが多いんですけどファラクトの足の裏はギミックもあってみっちりばっちり大満足です。各種ギミック、ビームサーベルの収納、脚部の展開、ブースターの展開、全部かっこいいです。気になったところ、まあないんですけど、ただ完全に好みの問題でいいのなら二の腕の細さと怒り肩が気になりました。僕はもうちょっとですね、この肩というか胴体のこの部分が低いというかフラットだとねもっと好きです。こんな人におすすめです。アーマードコアが好きな人、デザイナーさんがね同じらしいですね。いい入り口になるんじゃないかなと思います。手を加えるならかかと部分の黒の C ジョイントを隠す、バインダーのアーム部分の肉抜き穴を埋めるになるかなと思います。ハイグレードザオートレビュー。好きなところ、胴体が横でも縦でもなく奥に長いです。バックパックとボディが一体化していて太くなっているのにスピーディーな印象があります。他の量産機と比べてもミリタリーっぽいというか、あれ戦闘機とか軍用車のような乗り物っぽい感じが好きです。足首の可動、つま先ではなく足首が180度ぐらい前後に回転します。気になったところ、ビームサーベルの束の取り外しがちょっと難しくて角度を間違えると接続軸を折りそうになります。バックパックが特殊でここ最近のガンプラのような拡張性はないですね。こんな人におすすめです。デザインが好きな人、特に複雑なところもないので初心者の方でも簡単に組み上げることができると思います。手を加えるならランナーとランナータグを使ってブースターに関節を増加、ポージングの幅が広がると思います。接続穴がそのままデザインとして機能していてかっこいいので思い切ってブレードアンテナを取っちゃってもいいと思います。ハイグレードティックバランレビュー。好きなところ、アクションベース接続穴の隠し方がかっこいいです。スライドギミックってワクワクしますよね。吸気口とバーニアのデザイン、ここから吸って中で燃焼させてここから吐き出すんだなーっていう説得力のあるデザインが好きです。気になったところ、かなり贅沢を言いますがアニメ第9話に出てきたザ・オートのミサイルランチャーっぽい追加武装とか平手がついてきてくれたらもっと嬉しかったですね。これもちょっとした贅沢なのは100も承知なのですが、せっかくのサブフライトシステムなのでたまーにプラモについてくる3パーツ構成のクリアスタンドとか欲しかったですね。こんな人におすすめです。飾るときにすだちじゃなくてストーリー性持たせたり動きつけたい人におすすめです。手を加えるならモールドが結構しっかり彫られているので練習がてら積み入れしてみるといいかもしれないですね。サーティーミニッツシスターズ東海帝王フロムウマ娘プリティダービーすぐみレビュー。好きなところ、髪の毛、何これどうなってんの、すげえ。バックパック、蔵とあぶみを感じさせるデザイン、手首足首とてもヒロイックでかっこいい造形、これは主人公ですね。まず服っぽいデザイン、
ゲームの衣装は冬服っぽくて、30ミニッツスターズは夏服っぽくなっています。めちゃくちゃいいアレンジだと思います。スタンドかなり前傾姿勢でも飾れるように新しいパーツが採用されています。気になったところ、表情全部可愛いんですけどギャグが欲しかったですね。髪の毛後ろに倒したら折れるぞと長年の勘が語りかけてきます。飾るときは必ずスタンドなど固定できる道具を使用しましょう。こんな人におすすめです。東海帝王が好きな人、複雑なところは手首とスカートぐらいで、とにかくちゃんと説明書を読んで説明書通りちゃんと作業すれば初心者の人でも組み立てることはできるかなと思います。手を加えるなら合わせ目消し、髪の毛と尻尾に大きな合わせ目があります。ハイグレードガンダムルブリスウルスグミレビュー。好きなところ、どっしりとした体型、バーチェとかセラビーみたいな重量級ガンダムが好きでずっと待ってました。平手2個付属、まさかの左右で1個ずつ付属します。ポージングにも改造にも大活躍してくれそうですね。かかと、足輪をがっつり掴む感じのクローみたいになっていてかっこいいです。合わせ目、パーツの段差に合わせ目が来るようになっているので目立つ合わせ目がありません。合わせ目消しをしなくてもいいキットになっています。気になったところ、肩の胴体側接続軸、このタイプは動かすと結構外れやすくて気になります。機体のクリアパーツ、個体差だと思うんですけど外れやすいですね。こんな人におすすめです。武器といえばガトリングという人、重量級の機体が好きな人におすすめです。手を加えるなら肉抜き穴埋め、かかとの裏に肉抜き穴があるので気になるなら埋めてもいいかなと思います。 PS、 僕がターコイズが好きなので成型色が設定と違ってもあんまり気にならなかったですね。30ミニッツミッションズ、スピナティオナイト仕様スグミレビュー。好きなところ、頭部バイザーの可動ギミック、個人的には下げてる方がキリッとして好きです。縦に収納できる剣、実体剣武器の一番好きなマウント方法です。シンプルにかっこいいです。ロボットとフルプレートアーマーの相性の良さを感じます。今のところ30ミニッツミッションズの中で一番好きですね。気になったところ、縦の持ち手、剣のマウントも兼ねているせいかたわみやすくてちょっと折れそうです。腰部サイドアーマー、ポーズを取らせるときに上半身にも下半身にも干渉します。干渉すること自体はいいんですが、あまり見ない感じの接続方法なので少し動かしにくいです。こんな人におすすめです。ロボ、メカは好きだけどミリタリーはそうでもない人、 SF よりもファンタジーが好きな人、ナイツ&マジックとか好きな人は気に入るかなと思います。手を加えるなら槍とか棒が持たせてもかっこいいと思います。ハイグレードフルアーマーガンダムサンダーボルトスグミレビュー。好きなところ、シールドがいっぱい。ガンダムの両手にシールドを持たせるミキシングがもともと好きだったので最初からできるこのキットいいですね。首のポリキャップを隠すパーツがついてきます。塗装するときにも大活躍するので嬉しいですね。気になったところ、顔、アニメに比べて若干もっさりしてるかなと思います。合わせ目、よりによって特徴的でディティールの複雑な関節にできます。合わせ目消しのことを考えるとちょっと気が遠くなりますね。こんな人におすすめです。ガンプラクロート、ハイグレードぐらいの大きさでがっつり作りたい人向けのキットです。自分は作ってる途中でガンプラ作り始めて 3,4 個目のガンダムサンダーボルトが一番好きな友人にこのキットとニッパーとパーツオープナーをセットで譲ったことをちょっと後悔しました。いや、よく作ってくれたなと思います。手を加えるならシールド、裏側が真っ白なので墨入れとかちょっと塗り分けてあげると良くなると思います。ハイグレードガンダムルブリスソーンスグミレビュー。好きなところ、ビームトンファー、嫌いな人なかなかいないと思うんですよねってぐらいロマンがあってかっこよくて好きです。リアアーマーのスラスター、かなり大型のスラスターがついています。大きいスラスターってなんかときめくものがありますね。膝の内部メカ、膝を曲げると見えるのですがハイグレードだとかなり珍しいと思います。気になったところ、サーベルの接続位置、シールドの裏に取り付けることができるんですけど腕に干渉してシールドの可動範囲が狭くなってしまうので思い切って取り付けない方がいいかなと思います。プロポーション、正直かなり人を選ぶと思います。個性的でいいじゃんって思う自分とホラーウータンみたいだなと思う自分がいます。こんな人におすすめです。ちょっと変わったガンダムが作りたい人、今後このプロポーションのガンダムは出てこないかなと思います。手を加えるなら肉抜き穴埋め、ビームトンファーが収納状態だと器具の肉抜き穴がっつり見えるのでランナータグ等を切り取って貼り付けてあげると肉抜き穴が隠れていいんじゃないかなと思います。ハイグレードズゴックエクスペリメントスグミレビュー。好きなところ、上腕と太ももの蛇腹、全ての蛇腹が独立した一つのパーツなのでディティールがはっきりしていてかっこいいです。マッシブなシルエット、広い肩幅、台形の胴体、丸太のように太い手足、好きな要素しかありません。気になったところ、モノアイ、位置が正面固定で表情の変化がつけられないし、モノアイの正面に頭部パーツが重なって隠れてしまっているのも残念です。こんな人におすすめです。マッシブな機体が好きな人、ジオン水泳部が好きな人、手を加えるならモノアイ、
カスタマイズマテリアルの 3D レンズシールや HIs に置き換えると睨みを効かせたり表情がつけられるようになるかなと思います。合わせ目消し、すねの正面に来る合わせ目がちょっと目立つかな。ハイグレードアトラスガンダム、ガンダムサンダーボルトバージョン、すぐみレビュー。好きなところ、かっこいい武器、大きくて独特な形状のレールガン、ディティールびっしりのアサルトライフル2丁、カラーリング、ニューガンダムを彷彿とさせる白黒黄色のトリコロール、気になったところ、サブレックの可動域、こんな風に動く軸があるともっとポージングに幅が広がったかなと思います。シールド持たせるのにかなりコツが必要で、説明書を見ながら宿泊することになるかなと思います。一度前腕を取り外してシールドを固定させてから肘と再接続すると持たせやすいかなと思います。こんな人におすすめです。アトラスガンダムが好きな人、武器が多かったりサブレッグが大きくて難しそうに見えるんですが、本体はシンメトリーな作りになっているのでパーツも探しやすくて組み立てやすい方かなとは思います。手を加えるなら塗装、サブレッグのアーム、レールガンの内部、膝の塗り分け、特にレールガンと膝は膨張色ばかりのところに裏目のグレーを塗るので引き締まってかっこよくなるかなと思います。 HGCC ターン A ガンダムすぐみレビュー。好きなところ、手足のカーブ、横から見た時のすねから足先のカーブ、正面から見た時の前腕から鉄鋼のカーブが美しいです。スラスターベーン、正面は起伏がおとなしくて頭の印象が残りやすいデザインになっているのに、背面は起伏の多いメカメカしいスラスターベーンが主張してくるギャップが好きです。気になったところ、ビームサーベル、アニメでは細さが特徴的なビームサーベルなのにプラモデルでは一般的な太さになっています。肩アーマー、前後にほぼ動かないのでポージングが大変です。こんな人におすすめ。独特なデザインが好きな人、陶磁器のようなメカという印象です。ターン A ガンダムが好きな人、ミサイルを運ぶために胸に土を詰めた後に耳の中の水を抜くような動きでトントントンでミサイルを安定させるところが大好きです。手を加えるならビームサーベルの自作、残ったクリアピンクのランナーを温めてから伸ばすと劇中のような細いビームサーベルを作ることもできます。墨入れ全体的に白いのでよく映えると思います。30ミニッツミッションズレベルのバス、すぐみレビュー。好きなところ、足、太くて力強い足です。大好きです。ふくらはぎのサイドにあるエアインテークのようなディティールもかっこいいです。肩、腕全体が意外とヒロイックで肩アーマーは王道って感じがします。気になったところ、武器、デザインがパワー型っぽいので近接武器1個欲しかったですね。太もも、股関節を曲げようとすると太もものボールジョイントがかなり気になります。 3mm 軸だとテンションが高くかかって折れやすい構造をしているので破損対策なのかなと思います。こんな人におすすめです。太いロボが好きな人、ホバー移動しそうなロボが好きな人、手を加えるなら武器、30ミニッツミッションズのカスタマイズパーツから近接武器を持たせてあげると似合うと思います。頭、レベルノバの量産機っぽさの9割が頭なので、頭を他の30ミニッツシリーズのものやカスタマイズパーツに置き換えるとエース感とかでいいんじゃないかなと思います。ハイグレードガンダムエアリアル回収型、すぐみレビュー。好きなところ、大型のスラスター、ガンダム試作1号機フルバーニアンとか好きな人にはたまんないシルエットですね。大型のビームバズーカ、ウルとソーンがごっつい武器を持っていたけど合体機構があることによって上位互換に見えて主人公機だなって感じがしますね。気になったところ、合わせ目、今のところ水星の魔女キットの中で一番合わせ目が多いと思います。エアリアルに比べるとガンダムっぽくなっています。エクシアからダブルオーのような個性的なデザインからガンダムっぽいデザインになってちょっと個性薄まっちゃったかなって思います。こんな人におすすめです。合体武器が好きな人、見た目が好きな人、エスカッションの関係でパーツ数は多いんですけど頭以外は複雑なパーツ構成してないのであんまりガンプラ作ったことない人でも作ることができるかなと思います。手を加えるなら合わせ目消し、ちょっと目立つので多少消した方がいいんじゃないかなと思います。艶消し、エアリアルはツヤっとした感じが似合うんですけど、回収型はどっちかっていうとマットなザラッとした感じの方が似合うと思いました。HGUC ガンダム TR-1 ヘイズル2号機、すぐみレビュー。好きなところ、腕の可動範囲、二重関節で上腕も前腕も90度曲がってポーズがつけやすいです。武装、ライフルとシールドが2個ずつ付属します。気になったところ、ハンドパーツ、引き金に指をかけている右手、ビームサーベル専用の右手、開いた左手が付属します。あれれ、普通の握り手がないですね。胴体、バックパックが大型なせいか後ろに反りがちです。腰と胴体の間に切ったランナータグとか挟んだ方がいいかもしれません。こんな人におすすめです。ヘイズル2号機が好きな人、普通のガンダムよりちょっとマッシュブでバックパックの特徴的なリターンズカラーのガンダムってですよね。シールドブースターが欲しい人、アドバンスドヘイズルと合わせるとヘイズル2号機高機動
仕様の再現ができます。単体でもかっこいいのでミキシングにもいいですね。手を加えるなら合わせ目消し。二重関節を取り入れ始めた頃のキットということもあって、可動範囲確保が優先されているのか合わせ目が多いです。ちょい足し塗装、説明書を見ながら黄色と白の部分に黒を塗装すると引き締まってかっこよくなるかなと思います。 HGAB トッドビアレスすぐみレビュー。好きなところ、羽。オーラバトラーといえばこれという感じの特徴的な部分がクリアパーツで再現されています。有機的なモールド、オーラバトラーの筋繊維で動いてそうな感じがよく出ています。気になったところ、軟質パーツ、プラスチックよりも耐用年数は短そうですね。飾りにくさ、古いキットかつ個性的なデザインのせいか最近のアクションベースは対応していませんでした。こんな人におすすめ。聖戦士ダンバインが好きな人、富野義行監督作品の中で常にトップ3に入ってくるぐらい僕は好きです。トッポが好きな人、平穏な生活よりも主人公に勝つことを選んで戦いに戻ったところが好きです。スパロボ X でもお気に入りのキャラでした。手を加えるなら合わせ目消し。合わせ目が目立つというよりも軟質パーツのせいかちょっと噛み合いが悪いところがあるので、接着ついでに消すのがいいかなと思いました。ツヤ消し、個人的にオーラバトラーは表面がザラッとマットなイメージが似合うと思います。ハイグレードディランザグエル専用機すぐみレビュー。好きなところ、武器。大型のビームパルチザン、オーソドックスにビームライフルとサーベルっぽい武器のビームトーチ。特にパルチザンはかっこいいですね。リアアーマー、キューブが30度ほど後ろに開くのと、横のパーツも後ろに45度ほど開くので、大きいのにポージングの邪魔になりにくいです。このキットで一番パーツ取りされそうな部分だなぁと思いました。気になったところ、ハンドパーツ、開いてほしいですね。特に武器が大型だと両手で構えることが多いので、ハンドパーツの数は重要になってくると思います。合わせ目。太ももとすねの横部分にがっつりと合わせ目ができます。ここまで大きいとむしろ合わせ目消しやってやろうじゃんって気になりますね。こんな人におすすめです。ホルダーだった頃のグエルが好きな人、ドムとか太い機体が好きな人。手を加えるなら頭部、羽を100均か手芸店で買ってきたリアルな羽に置き換えてもかっこいいと思いました。ハイグレードザオートヘビーすぐみレビュー。好きなところ、カラーリング。ザオートよりもカラーリングが濃くなっていて、よりミリタリーな雰囲気を感じます。実戦機体という設定ととてもマッチしていると思います。顔、ミリタリー系ロボットの王道って感じがかっこいいですね。特に久しから牙のように下に2本ちょろっと垂れているところが目つきを活かさせていてたまんないですね。気になったところ、武器の接続パーツ、銃口を真正面に向けた時に肩に少し干渉するのが気になりました。もう少し縦に長かったら嬉しかったですね。こんな人におすすめです。デザインが好きな人、水星の魔女2期放送から発売されるガンプラの中で一番ミリタリーな見た目をしているなって思います。武器が欲しい人、バックパックのミサイルランチャーとビームキャノンはいろいろな使い道がありそうですね。手を加えるなら、ちょい足し塗装、バイザーの内部の頭部パーツをシルバーで塗装すると反射が強くなってかっこよくなると思います。30ミニッツシスターズアルカカルティカセットフォームすぐみレビュー。好きなところ、前髪。個人的に前側にボリュームのある髪型というか、エアインテークが大好きなのでこの前髪大好きです。ブースターのディティール、スピードアーマーにもあったトラを思わせるマイナスモールドが入っているのがリセッタとの関係を想像させて好きです。気になったところ、本体の変化は少なめですね。前髪と表情以外はリセッタの空張りなので、アーマーパーツが別売りだったらそっち買ったかもなという気もします。こんな人におすすめです。リセッターを持っていない人、このキットは組み替えで色違いのリセッターにもなります。アーマーパーツが欲しい人、ブースター兼補助脚という面白いパーツで飾り方にもバリエーションがあります。手を加えるなら、赤い部分の組み入れ、ブースターの赤の範囲が広すぎるので自分でマイナスモールド部分を塗りつぶすなど、ある程度塗装してあげるとかっこよくなると思います。ハイグレードデミトレーナーチュチュ専用機すぐみレビュー。好きなところ、足のスラスター。アレックスのスラスターに可動軸が追加されたようなデザインでとてもかっこいいです。足のローラー、むせる感じのローラーダッシュが似合うデザインで大好きです。気になったところ、足首、前後の可動範囲が狭くてスナイパー機に取らせたいポーズ1位の片膝立ちのバランスが悪いです。肉抜き穴、肘と膝を曲げると見えます。手首と足首の肉抜き穴もちょっと目立ちますね。こんな人におすすめです。カスタマイズされた量産機が好きな人、チュチュパイセンが好きな人。1機でマスコット的な人気を博したので2機でどんな目に遭うかちょっと不安ですね。手を加えるなら、部分塗装、シールドの裏とリアアーマーの裏にフレームに近いグレーをちょい足しするとかっこよくなると思います。肉抜き穴目、逆に肉抜き穴ぐらいしか欠点がないので改造するならまず肉抜き穴目かなと思いました。
ハイグレードディランザ一般機、ラウダ専用機、すぐみレビュー。好きなところ、大型武器。グエル専用機のパルチザンが技巧派の武器に見えるぐらい斧が濃金って感じで好きです。デザイン、グエル専用機ではうまく言語化できなかったんですけど、カブトムシというか昆虫っぽいところがちょっと好きですね。気になったところ、足の合わせ目。やっぱりね、合わせ目どでかいです。こんな人におすすめです。ペルシーちゃんが好きな人、パイロットの好感度が上がると機体の好感度も上がりますね。果たして今後ラウダ君がディランザで活躍する機会はあるのだろうか。正直次回にはもうダリルバルデに乗り換えてそうですね。マッシブな機体が好きな人、今後発売されるキットを含めても水星の魔女キットの中ではかなりマッシブな方です。手を加えるなら合わせ目消し、合わせ目ぐらいしか欠点の見当たらないいいキットだと思います。ハイグレードコズミックイラインフィニットジャスティスガンダムすぐみレビュー。好きなところ、武装ギミック、ビームエフェクトに各種稼働でポージングが楽しいファトム01、ブーメランとクローが再現されているビームキャリーシールドで、アニメもゲームも好きなポーズのインフィニットジャスティスが再現可能です。股関節、特殊なギミックで足の稼働範囲がめちゃくちゃ広いです。ビームエフェクトと合わせて印象的な蹴りを再現することができます。気になったところ、シールド接続穴、両腕の両サイドにシールドの接続穴があってちょっと違和感がありますね。こんな人におすすめです。インフィニットジャスティスガンダムが好きな人、ゲームへの登場率も高いし大体強い気がしますね。アスランが好きな人、すっかりネットのもう愛されキャラになったなって思います。手を加えるなら展示用のスタンドを買う。本体をいじる塗料を買うぐらいならポージングが楽しめるようにアクションベースを買った方がかっこよく飾ることができるかなと思います。ハイグレードダリルバールですぐみレビュー。好きなところ、アンテナの形状、王冠っぽい衣装なのがビムっぽいというか調子乗ってた時のグエルっぽくて好きです。膝の内部メカ、膝を曲げると内部メカが露出するのですが、このギミック自体がハイグレードのキットにあるのが珍しいし、フレーム部分の情報量が多めなところもかっこいいです。気になったところ、段落ちモールド。合わせ目に段落ちモールドがあるので合わせ目はないんですけど、逆に段落ちモールドが多すぎてちょっと気になります。ギミック、手足やバックパックのドローンギミックが再現できるのは嬉しいんですが、飛ばした手足を支えるスタンドがないのが残念です。せめてリード線と同じ数の2つはスタンド欲しかったですね。こんな人におすすめです。グエル君のことが好きな人、シュバルゼッテが好きな人、これから登場するガンダムですがデザイン的に共通点が多いので何かドラマが生まれるんじゃないかと思っています。手を加えるならちょい足し塗装、両肩のバインダーの裏に少しグレー塗ってあげると境界線がはっきりして雰囲気が引き締まると思います。ハイグレードミカエリスすぐみレビュー。好きなところ、デザインめっちゃかっこよくないですか。ガンダムではなかなか見ないかっこよさを感じます。細い足のシルエットをふくらはぎのスラスターで太らせてたくましく見せていたり、アシンメトリーな武器腕が眺めている時に目が止まるフックになっていてとてもいいと思います。ビームブレイザー、複合装備の武器腕って嫌いな人いるのかな、ときめかせてくれるので大好きです。気になったところ、胸部の前パーツ。作る前に知っていたので予防できたんですが、確かにこのデザインだと組み立てるときに中心にかかるテンションが高くなりすぎて折れるのもわかります。もしこれから作るよって人も気をつけて組み立ててください。こんな人におすすめです。騎士っぽいデザインの機体が好きな人、武器腕にロマンを感じる人。手を加えるなら足先、上方向にだけ少し曲がるようになっているんですが、グレーの接続軸側についているストッパーを切ると下方向にも曲げられるようになってポージングに幅が広がっていいと思います。30ミニッツシスターズオプションパーツセット6、チェイサーコスチュームカラー A すぐみレビュー。好きなところ、ごついマスク、美少女の顔をあえて隠すことでかっこよくて悪な感じが出てます。中央の肌色ゾーン、前も後ろも超セクシー。何だとは言いませんが30ミニッツシスターズのボディの中で一番大きいシリーズらしいですね。無塗装の顔が2個付属、別売りのデカールでオリジナルの表情を作ったり自分で顔を描くことができます。失敗しても予備があるのはありがたいです。気になったところ、フェイスパーツを選びます。眉毛の白いネバリアのフェイスパーツは眉毛がちょっと浮く感じがします。これから発売されるシアナも眉毛が白いのであまり似合わないかもしれないですね。カスタマイズ、バイクに乗せてみた。なんてったってチェイサー追跡者ですからね。大物といえばバイクですよ。不良っぽいのでバットとかドンって持たせてもいいかもしれないですね。ハイグレードフルアーマーユニコーンガンダムデストロイモードすぐみレビュー。好きなところ、手に持った時の重さ、めっちゃ重いので頑張って作ったなって感じが手のひらから伝わってきます。ビームジャベリン、覚醒状態のフルアーマーユニコーンガンダムには付属していなくてクシャトリアリペアから拝借する必要があったので元からついているのは嬉しいです。気になったところ、ポロリが多いです。リアアーマーがちょっとポロリしやすいですね。
ガトリング、腕との接続がかなり難しいです。コツがいるし、力ずくでやると間違いなく破損します。こんな人におすすめです。フルアーマーユニコーンガンダムが好きな人。ガンダム部分はパーツ数が多く複雑で難易度はちょっと高いんですが、フルアーマー部分は結構シンプルなので、ガンダム部分作れればあんまりプラモデル作ったことない人でも作れるとは思います。アニメ貯めてる人、パーツ数が多くて時間もかかるので、連休にアニメや映画を見ながら作るのがおすすめです。手を加えるなら、墨入れ。白いので墨入れが映えます。黒やグレーだけでなく、サイコフレームの色に合わせて赤やピンクで墨入れしてもかっこよくなると思います。サーティーミニットミッションズ、スピナティオ戦国史をすぐ見レビュー。好きなところ、刀。都会の稼働専用の模して喧嘩できるジョイントと、刀を生かすための工夫がたっぷりなプラモになっています。カラーリング、赤と白の膨張色がメインの素材に、黒の追加アーマーで全体の印象がバチッと引き締まって、すごくかっこよくなります。こんな人におすすめです。ファンタジー寄りなロボが好きな人、ナイツ&マジックとかレイヤーズが好きな人に刺さるんじゃないかなと思います。和風な衣装が好きな人、ロボと武者、昔からある王道の組み合わせって感じがしますね。手を加えるなら、塗装、刀身やヘッドパーツのアンテナ部分をちょい足し塗装するだけでめっちゃかっこよくなると思います。サーティーミニッツミッションズ、オプションパーツセット4、戦国アーマー、すぐ見レビュー。好きなところ、竜っぽい盾。キバっぽい部分が稼働して武器を持たせることもできるし、ポージングにも表情がつけられてかっこいいです。ヘッドパーツとして使えるのもいいですね。邪魔なのでめっちゃかっこいいです。異様感がたまんないですね。ポージングも自由自在って感じです。傘のヘッドパーツ、砂ポーズで好きになりました。面白いですよ。こんな人におすすめ。和風のカスタマイズがしたい人、ヘッドパーツがザ・武者って感じがしますね。竜っぽい衣装が好きな人、盾と一緒に腕と肩をカスタマイズすると、アーマーが竜の胴体、蛇腹腕が尻尾のように見えます。手を加えるなら、塗装、腕を短縮でカスタマイズに使うと、後付けパーツ感というか、おまけ感が強いので、好きな色に塗装すると雰囲気変わっていいんじゃないかなと思います。ハイグレード、ハインドリー、すぐ見レビュー。好きなところ、デザイン。ブースターもついていて、グラスレー車の系統の中で一番肩がごつくて、踏み好きです。足はカエルっぽくて好みが分かれるかなとは思います。武装、パッと見シンメトリーなのがスマートですね。縦の接続方法と稼働の仕方がとても好きです。気になったところ、劇中での出番。やっとできたと思ったら、ほぼ戦わなかったですね。出番がないとなかなか出資が動かないですね。プラモデルとしてはとてもいいことだと思います。こんな人におすすめです。パイロットが好きな人、車陸砲の中でも人気そうなレニューが出ましたね。騎士っぽい機体が好きな人、ミカエルスからヒュイックな感情に似た落ち着いた騎士っぽさがあります。手を加えたら、墨入れ。出来がいいので、特にもったり削ったりする必要は感じませんでした。ガンプラくん、デラックスセット、ランナーバージョン再現パーツ次、すぐ見レビュー。好きなところ、デザイン。ポップな感じが可愛いです。個人的にアニメ主人公機をガンプラくんシリーズで集めて並べたいと思ったので、バンバン出してもらえるとありがたいです。ディスプレイライザー。プラモデルをランナーの状態で額縁に入れて飾るというのをネットで見たことがあって、結構いいなと思っていたので、似たことができるのいいですね。気になったところ、発火しやすいです。ライメックスという新素材がプラスチックに比べて弾性が低く硬い特徴があるからなのか、ニッパーの刃を少し入れただけでパキッと外れて発火します。こんな人におすすめです。ライメックスがどんな素材か気になる人、触り心地とか重さなんかにも特徴があるので、実際に手に取ってみることをおすすめします。デザインが好きな人、メンドロイドやキーポッシュのような可愛さがあると思います。手を加えるなら、塗装、頬のスリット、顔のダクト、前後のセンサー、拳あたりを塗り分けてあげるとかっこよくなると思います。サーティーミニッツシスターズ、オプションパーツセット7、リビルコスチューム、カラー A、すぐ見レビュー。好きなところ、肌色部分。対になっているチェイサーコスチュームがセンターラインにドーンって感じのセクシーさなら、こっちはサイドに散りばめた肌色に控えめなセクシーさを感じます。首周り、タートルネックのようになっているのが可愛いです。顎を引いて、顎の先を隠すとなんか可愛さが増す気がします。気になったところ、胴体。尻尾をつけたかったので、他のサーティーミニッツシスターズシリーズのように腰に3ミリ穴があると嬉しかったです。カスタマイズするなら、手足と武器の追加。今回はサーティーミニッツシスターズ、オプションボディーパーツ、アームパーツ&レッグパーツ、ホワイト、ブラックを手足に取り付けて、カスタマイズウェポン、魔法武装を持たせてみました。フェイサーコスチュームと組み合わせる。肌色面積を集めて超セクシーにしてもいいと思うし、布地部分を集めてウェットスーツのようにしてもいいと思います。混ぜるのもありかなと思います。サーティーミニッツミッションズ、エグザビークル、キャノンバイク、すぐ見レビュー。好きなところ、フロントのクリアパーツ。ロボを乗せるならスポーツタイプでしょ。派なので、このパーツのおかげでスポーツタイプのバイクっぽくなってるのが好きです。
丸目一等っぽいデザイン。ネイキッドバイクも好きなので大好きです。クリアパーツの接続位置を変えるだけでそれっぽくなるのがいいですね。気になったところ、空張りの2個セットが欲しいです。買うのがちょっと大変だったので空張り金で2個セットのキットが欲しかったです。スタンドのパーツが細いです。デザイン的に仕方ないと思いますが、テコの原理が働いて折りやすい構造になっているので不安しかないです。そんな人におすすめです。ロマンを求めるタイプの人、ロボにバイクはロマンしかない。手を加えるなら2個買って合体。説明書に載ってるぐらいおすすめです。スミレ、白いので映えると思います。ハイグレードジムストライカースグミレビュー。好きなところ、デザイン。スパルタンというか近接戦闘でゴリゴリ戦うぞという感じがかっこいいです。膝、パーツ構成がちょっと複雑で情報量が多く角の多いデザインがかっこいいです。気になったところ、合わせ目。腕回りにかなりできます。ただキットの古さを考えたらこんなもんかなとも思います。武器、重心に偏りがあるのと特に接続があるわけでもないので保持できなくてくるくる回るのでポージングがとても大変です。細い円柱状のパーツなので改造するのも難しそうです。こんな人におすすめです。デザインが好きな人、自分も昔から好きなデザインで今もゲームで弱いとがっかりするぐらいには好きです。手を加えるならボッシング。緑色の面積がとても広くモールドも多いので細々と墨入れするよりも思い切ってウェザリング塗料を使ってウォッシングする方が手早くかっこよくなると思います。ハイグレードディランズソルスグミレビュー。好きなところ、肩アーマー。ディランザの中で一番長くシルエットがかっこよくなるのもあってディランザ系の肩アーマーの中で一番好きです。カラーリング、玩具じゃないぞ兵器だぞっていう暗い感じのミリタリーな配色が他のディランザと比べても好きです。気になったところ、頭部。ミリタリーになったなぁとは思うんですけど、正直ディランザ系の中では一番おとなしいデザインで心に響かなかったですね。こんな人におすすめです。デザインが好きな人、ドムっぽい見た目がかっこいいですね。水星の魔女13話が好きな人、ディランザやダリルバルデの近くに飾りましょう。手を加えるならスラスターにちょい足し塗装。個人的に黒い機体って合わせ目とか塗り分けがあまり気にならないのでアクセントとしてメタリック系をスラスターに塗ってあげるとかっこよくなると思います。ハイグレードデミトレーナースグミレビュー。好きなところ、腕。マッシブで力強い前腕、太い指、大きな手、大好きです。武装の接続方法、エクシアやダブルオー系の機体のように手で持って前腕で接続して固定する機構が大好きです。気になったところ、前腕の肉の毛穴。かなり大きくて飾る分には気にならないんですけど手に持っていじり始めた瞬間気になります。こんな人におすすめです。デミトレーナーが好きな人、難しいところがなくてかなり組み立てやすいです。デザインも他の量産機にはない愛嬌みたいなものがあって可愛いです。自分専用機が作りたい人、公式から拡張パーツセットが出ていたり前腕、膝、バックパックに 3mm 接続穴があるのでカスタマイズしやすいと思います。手を加えるなら公式から拡張パーツセットが出ているのでそれを使って俺デミトレーナーにしてもいいと思います。 HGUC ザクアンスナイパースグミレビュー。好きなところ、プロポーション。かなり好みで元は量産機ですっていうもっさり感がめっちゃいいですね。膝、右膝の格納式ニーパッドのギミックがかっこいいです。武器、このプラモの第二の主役と言っても過言ではないですからね。情報量が多くていい感じです。気になったところ、メッシュケーブルすごい取れます。ポロポロ落ちます。前腕、構造の関係かちょっと合わせ目が広い気がします。こんな人におすすめです。ザクワンスナイパーが好きな人、前腕の構成が若干複雑なのとランドセルの組み立てで一部ギッチギチなところがあったり初心者の方にはちょっと難しいかもしれません。説明書をよく読んで愛で乗り切りましょう。手を加えるならメッシュケーブル、思い切って接着しちゃった方がいいと思います。メッシュケーブルの先端がボサボサでうまく接続穴に入らないときは先端を軽く炙ってやるといいと思います。 SD クロスシルエットマジンカイザースグミレビュー。好きなところ、顔の造形。デフォルメ効いてるけどちゃんとかっこいいです。ファイナルカイザーブレード、かなり大きくてハッタリが効くのでかっこいいです。本体との対比だと今までの立体物の中で一番大きいんじゃないでしょうか。気になったところ、カイザースクランダー。顎を引くとカイザースクランダーが飛び出ます。スタイル、 SD もクロスシルエットもちょっと微妙な感じがします。ただカイザーファイルダーをつけると印象がかなり良くなります。個人的にファイルダーの装着は必須だと思います。こんな人におすすめです。マジンカイザーが好きな人、特にここ最近のスパロボだと参戦率も高くて好きな人も増えているんじゃないでしょうか。 SD クロスシルエットはフレームが若干複雑ですが他のマジンカイザーのホラーモデルに比べると手を出しやすいので初心者にもおすすめです。手を加えるならカイザースクランダー。
魔人カイザーは顎を引いた顔がかっこいいと思うので、思い切って先っちょ切り落として頭に接着するといいと思います。ハイグレードコズミックイラストライクフリーダムガンダムすぐみレビュー。好きなところ、プロポーション、足がかなり長くなってシュッとしたスマートなモデル体型になっています。それに合わせてなのか、ハイウィングもかなり大型化していてかっこいいですね。武器、サーベルの連結やライフルの連結っていう劇中ギミックが再現されています。強いて言うならシールドが1枚しかないので、ビームサーベルの白羽取りができないですね。気になったところ、エフェクトパーツ、旧ハイグレードに付属していたドラグーンを飾れるエフェクトパーツが付属しません。旧ハイグレードから一番引き継いで欲しかった部分なので残念です。こんな人におすすめです。見た目が好きな人、全ガンダム大投票モビルスーツ部門で第3位に輝いたかっこよさに惹かれる人も多いんじゃないんでしょうか。ギミックや色分けの関係でパーツ数は多めですが、頭部のパーツの小ささにさえ気をつければ初心者でも完成させることができると思います。手を加えるなら塗装、シールが間に合ってないところがあるのでちょっと塗装してあげるといいと思います。30ミニッツミッションズスピナティアコマンド仕様すぐみレビュー。好きなところ、武器、前腕に接続するタイプの武器って無条件で好きなんですよね。デザイン、武骨だけど軽快という印象を受けます。猫からウサギに印象が変わるヘッドパーツ、日差しで目つきの鋭くなったバイザー、スカートが直線的なところが好きです。気になったところ、スカート裏側がかなりスカスカで情報量が寂しいので、塗装かプライタで情報量を増やした方がいいかなと思いました。こんな人におすすめです。デザインが好きな人、自分はスピナティアの中で一番好きですね。スターウォーズのクローントルーパーとかレゴのバイオニクルを連想しました。カスタマイズしてみました。他のスピナティアと比較してミリタリーで火器の扱いが得意そうなイメージを受けたので、ファンタジー武装からショットガンを持たせてみました。ハイグレードハインドリーシュトルムすぐみレビュー。好きなところ、肩、大きくてたくましくて好きです。スラスターもついていて情報量もいいですね。バックパック、キャノンとか武器のついてるバックパック好きなんですよね。オーソドックスにビームサーベルがマウントされてるのも好きです。気になったところ、キャノン正面向けれるんですけど、俺の大好きな大きな肩と結構干渉します。ジョイントパーツがもう少し縦に長いと嬉しかったですね。こんな人におすすめです。デザインが好きな人、個人的に水星の魔女の量産機の中で一番好きです。膝の構造が若干特殊なだけで初心者でも作りやすいキットだと思います。パーツ取りしたい人、バックパック、肩、シールドが個人的に需要高いですね。手を加えるなら、部分塗装、合わせ目も少ないし墨入れで雰囲気が締まる感じもしないので、アクセントとしてスラスターや関節に部分塗装した方が雰囲気が良くなると思います。HGUC ジェスタすぐみレビュー。好きなところ、プロポーション、劇中ほぼそのままでアニメを見て好きになった人も安心のかっこいいプロポーションです。ハンドパーツ、右ライフル持ち手、左右サーベル持ち手、左右平手、左右握り拳とハイグレードで7個も付属するプレイバリューの高さはありがたいです。気になったところ、腰の可動範囲、かろうじて30度を回るぐらいでちょっと狭めですね。欲を言えば60度は回ってほしかったです。こんな人におすすめです。模型初心者、結構作りやすくてそれでいて割とよく動いて濃いいいキットです。デザインが好きな人、ある種の王道っていう感じがして無難にかっこいいですね。手を加えるなら、ちょい足し塗装、バイザーの下の顔部分をシルバーで塗装すると反射が強くなって目つきが鋭くかっこよくなると思います。30ミニッツミッションズエグザビークル装甲突撃メカバージョンすぐみレビュー。好きなところ、シルエット、一目惚れですね。丸い可愛いシルエットが好きです。足、膝が綺麗な曲線になっているのがいいですね。曲げた時にふくらはぎともも裏がぴったりくっつくところもたまんないですね。気になったところ、デザイン、いいところでもあると思うんですけど、まとまりが良すぎて逆にいじりづらい気がします。こんな人におすすめです。デザインが好きな人、刺さらない人には徹底的に刺さらないんですけど、逆に刺さる人にはかなり深く刺さるんじゃないかなと思います。かなり作りやすいので、気に入ったら改造用とすぐみ用に2個買ってもいいかもしれないですね。手を加えるなら、墨入れ、ほぼオリーブ単色なので墨入れでラインをはっきりさせるとかっこよくなると思います。カスタマイズしてみました。近接武器が似合うと思ったのでファンタジー武装のハンマーを持たせてみました。ハイグレードベイルベウスすぐみレビュー。好きなところ、デザイン、妖怪のような怪しさと白無垢のような神秘性を感じる不思議なデザインになっています。ガンプラには珍しく完全に左右対称なども雰囲気を一味変えていると思います。武器、邪魔な春っぽいソードユニットに2連装ビームガンのついたベイオネットが両手に装備できます。邪魔な春っていうのが中二心をかなりくすぐってくれます。気になったところ、クリアスタンド、ノンキネティックポッドが2個あるのでもう1個欲しいですね。この辺の足らない感なんとかならないかなって毎回思います。こんな人におすすめです。デザインが好きな人、特徴的なバックパックに一部入り組んでるところがあって破損の可能性が高いので初心者の方はそこだけ気をつけた方がいいと思います。ケナンジェが好きな人、プロローグでクールなイケメンとして登場した
ケナンジが乗りました。本編に可愛く太って再登場するの美味しすぎますね。手を加えるなら墨入れ、白い機体は特に墨入れでパネルラインやモールドがはっきりするので情報量が上がりシルエットも引き締まってかっこよくなると思います。HGUC ジェスタキャノンすぐみレビュー。好きなところ、増加装甲、特に肩、両足外側のグレネードも特徴的なんですが、肩の増加装甲は特にシルエットを大きく見せてくれますね。かなりマッシブな印象に変わるので好きです。ライフル、この太い長方形のシルエットになるまでドットサイトやマガジンでライフルを持った感じが最高です。気になったところ、股関節、増加装甲で重くなったせいなのか個体差なのかちょっとプラプラします。こんな人におすすめ。ジェスタキャノンが好きな人、増加装甲で情報量は増えましたが組み立て難易度は通常ジェスタとあまり変わらず簡単な方だと思います。ふくらはぎとすね、肩走行の取り付けは特に説明書をよく読みましょう。手を加えるなら墨入れ、増加走行が白系なので墨入れで雰囲気を引き締めるといいと思います。ついでに全体の本来黒い部分を塗り分けてもいいんじゃないかなと思いました。30ミニッツシスターズララネルすぐみレビュー。好きなところ、膝アーマー。現在の30ミニッツシスターズラインナップの中で唯一膝に武装がされています。この膝アーマーがめっちゃかっこいいです。上半身新しい構造が取り入れられていて可動範囲がかなり広くポージングがかどりそうです。気になったところ、前髪パー、取り外すときに少し気をつけないとパーツの真ん中に圧がかかりやすくて破損しやすい形状をしていると思います。こんな人におすすめです。30ミニッツシスターズに興味のある人、比較的手に入りやすくて作りやすいです。珍しく全然違う髪型の余剰パーツが付属したり、どちらのモードにしても足が一組余るのでカスタマイズに使えそうなのも入門にいいと思います。カスタマイズしてみました。レシピは以下の通りになります。ヘアスタイルパーツはちょっと無理やりつけたので、うさ耳の気分に違和感がありますね。脚力強化メインのアーマーって感じで、手が空いているので、うさぎの武器ということでハンマーを持たせてみました。HGUC シナンジュすぐみレビュー。好きなところ、腕のライン。肩のサイドアーマーから手首までの曲線のラインが大好きです。リアアーマー。ハイグレードでは珍しく、リアアーマーが真ん中を切ることで独立稼働させることができて、ポージングに幅が広がります。気になったところ、動力パイプ。破損防止か個体差の可能性があるんですが、気がつくとフロントアーマー側の接続が外れています。壊れるよりはまあマシかなと思います。ビームサーベル、スカが悪いのかハンドパーツが悪いのかわからないんですが、スッカスカでサーベルを下に向けると手からポロッと落ちるのが気になります。エングレービング、すべてシールによる色分けで綺麗に貼るのがかなり大変です。こんな人におすすめ。塗装の経験値を上げたい人、数種類の塗料の特性を生かして重ね塗りした後に塗料を拭き取るエングレービング塗装に挑戦するのにうってつけなキットです。一度の塗装にラッカー塗料しか使ったことないよという感じの人はぜひ挑戦してみてください。手を加えるなら光沢トップコート。曲線が多いデザインなのでハイライトが多くなってかっこよくなると思います。フィギュアライズスタンダードマグナモンすぐみレビュー。好きなところ、プロポーション。アニメのプロポーションにかなり近くて組み上げた時に感動しました。ブースター全体的にシンプルな情報量の中、アーマーを裏から覗くと情報量がギュッと上がるのがたまんないですね。ポリキャップ、塗装の大変なポリキャップがほとんど隠れるように配置されているので地味にありがたいです。気になったところ、かかと。デザインの関係上かかとが存在しないので補助なしで立たせるのが難しく、前傾姿勢かすごいガニ股になりがちです。手首、アーマーから直接手が生えてるような感じになってるのが少し気になります。こんな人におすすめです。アニメのマグナモンが好きな人、手がアニメ準拠で5本指なのでカードやゲームの3本指が好きな人はちょっと注意が必要です。腕と足にちょっとだけ難しいところがあるんですけど、説明書をしっかり読めばプラモデルはあまり作ったことない人でも組み立てることができると思います。手を加えるならディスプレイスタンドの追加。今は人気で品薄なことが多いんですが、100均で買えるプラモデル向けのディスプレイスタンドか透明な耐震マットなどを使ってかっこよく飾るといいと思いました。ハイグレードガンボルバスグミレビュー。好きなところ、膝。マスターグレードみたいな連動ギミックがあります。久しぶりにプラモデルを動かして感動しました。組み立てやすさ、ほぼ左右対称で作りやすくてランナーのパーツ配置も一部左右対称になっているのでパーツが探しやすいです。気になったところ、かかと。SNS で知っていたんですが、足首のかかと接続軸側に肉抜き穴があって回しながらねじ込むと折れる可能性が高いです。まっすぐに押し込むか、硬ければダボ軸がダボ穴を少し削りましょう。こんな人におすすめです。ガンプラ作ったことがない人、設定は特徴的なモビルスーツですが、デザイン的にはエアリアルも王道で癖が少ないです。プラモデルの構造も膝がちょっと複雑なぐらいで、説明書をちゃんと読めば初心者でも簡単に作ることができる癖のないプラモデルだと思います。手を加えるならミキシング。まとまりがよくおとなしめのデザインなので、武器やバックパックを他のキットから持ってきてちょっと遠距離型とか高機動型みたいな感じで個性を持たせてもいいと思います。ハイグレードデミバーディングすぐみレビュー。好きなところ、肩。でかい、最高。ブースターも追加されていて言うことなしですね。
足、デミトレの時に色分けされてなかったローラーが色分けされてるのが嬉しいですね。サイドについてるスラスターの強化具合もかっこいいです。バックパック最高のキャノンがついてますね。二軸なのでかなり自由に角度が作れます。脇の下にも合わせるのもすごいですね。気になったところ、手持ち武器オーストックスにライフルとサーベルでちょっと個性は薄まった感じがしますね。こんな人におすすめです。チュチュパイセンが好きな人、天井知らずで株が上がり続ける最高の先輩です。デザインが好きな人、逆三角形のマッシブなシルエットで力強いデザインに心打たれた人も多いんじゃないんでしょうか。発売を1ヶ月延ばして出荷数を増やしたからなのか、割と買いやすいキットです。そこまで複雑な構造もしていないので初心者でも作ることができると思います。手を加えるなら墨入れ、膨張色メインなので雰囲気を引き締めるために墨入れをするとかっこよくなると思います。ハイグレードガンダム恥ロボシスグミレビュー。好きなところ、スラスター。個人的に腰にスラスターがあるの好きなんですよね。左右で独立しているので自由に動かせるところもいいです。カラーリング、白って200色安寧を実感するガンプラで見たことがない特徴的な色をしています。牛乳にあんこを溶かしたというか、小豆バーみたいな色だなと思いました。気になったところ、膝、曲げた時の太もも側の空間が気になります。内部メカが見える、見せるタイプのギミックは嬉しいのですが、今回のは見えちゃってるって感じがします。こんな人におすすめ。恥ロボシが好きな人、オルフェンズのプラモデルはフレームのパーツ数が多くて若干難しいという共通点がありますが、複雑な構成はしていないので説明書さえちゃんと読めば初心者でも組み立てることができると思います。手を加えるなら墨入れ、白いので映えると思うし、ちょっと失敗しても汚しっぽくなっていいかなと思います。30ミニッチミッションズエスポジットベータすぐみレビュー。好きなところ、武器、二丁拳銃はロマンですね。変形した時にデザインがシンメトリーになるのもいいです。ヘッドパーツ、クリアパーツの配置がかっこいいです。30ミニッチミッションズのヘッドパーツの中で一番好きです。気になったところ、サイドアーマー、気をつけの姿勢ができないぐらい腕に干渉するのでちょっとポージングに制限ができちゃいます。こんな人におすすめ。可変器を作りたい人、かなり簡単な変形で凹凸の少ない素材なのでカスタマイズの違いがあると思います。ヘッドパーツが欲しい人、自分はこのヘッドパーツのために買ったと言っても過言ではありません。バンダイさん、オプションパーツセットでカスタマイズヘッド待ってます。カスタマイズしてみました。今回のレシピはこちら。スピードと火力のアップを目指してみました。 HGUC ケンプファースグミレビュー。好きなところ、ディティール、自分の一番好きな丸のマイナスモールドが各所に配置されています。特にバックパックのマイナスモールドが好きですね。武器、ポキ戦の撃中で使用した武器が全て付属します。ショットガンのストック部分が選択式で2種類作れるのが特にいいですね。チェーンマインの組み立て難易度にはご注意を。気になったところ、足、太ももの裏のスラスターで膝の二重関節が死んでます。もったいないですね。プロポーション、アニメや最近のゲームに比べると少し胴体が短くてずんぐりむっくりしている印象を受けます。こんな人におすすめです。ケンプファーが好きな人、胴体のパーツが多く構造も特殊ですが、ちゃんと説明書を読めば初心者でも組み立てることができると思います。ただチェーンマインだけは簡単な構造ながらパーツが多く、フロートが説明書をよく読んでも組み間違えやすいと思うので、1パーツ1パーツ確認しながら組み立てた方がいいと思います。手を加えるなら物は皮膚に凹凸がなく改造しやすいので、 H アイズなど使ってディティールアップするといいと思います。ハイグレードガンダムルブリスすぐみレビュー。好きなところ、プロポーション、昭和ガンダムのどっしりとした王道ロボット体型、平成ガンダムのスタイリッシュなモデル体型、そして令和最初のアナザーガンダムはマラソンやサッカーなんかの持久力を必要とされるスポーツ選手のような体型をしています。正直かなり好みです。足、膝の正面にスラスターついてるの初めて見た気がします。めっちゃいいですね。気になったところ、ハンドパーツ、銃持ち手が欲しかったです。こんな人におすすめ。ルブリスが好きな人、ライフルにちょっとだけ組み立てにくいところはありますが、あとは説明書をしっかり読めば結構簡単に作ることができます。ただ胸のシェルユニットのシールは貼る難易度がかなり高いので、自信がない人はインボールドパーツを使いましょう。手を加えるなら墨入れ、全体的にサイドが高くカラーリングも膨張色メインなので、墨入れでラインをはっきりさせてあげるとかっこよくなると思います。30ミニッツミッションズボルパノバクワットバイクバージョンすぐみレビュー。好きなところ、肩アーマー、汎用性が高そうでパーツ取りでも需要が高そうですね。ロック機構、変形させてもどこもプラプラしないというのは作ってみるとかなり嬉しいです。気になったところ、通常形態の胴体、個体差かもしれないんですが胸側の接続が弱くてフラフラします。こんな人におすすめです。あまりカスタマイズウェポンを持っていない人、タンク形態でも手に武器を持たせることができるので、手元にあるカスタマイズウェポンが少なくて対応しているジョイントが少なくてもカスタマイズしやすいと思います。パーツ取りがしたい人、ナイトメアフレームのランドスピナーのような装置が好きな人には必須じゃないでしょうか。カスタマイズしてみました。今回のレシピはこちら。
高速軌道で位置取りして射撃するイメージでカスタマイズしてみました。 HGUC ガンダムアレックススグミレビュー。好きなところ、ワンムガトリング。一番欲しい部分が劇中で左右同時に使ったことないのに2個ついてるのめっちゃ嬉しいですね。チョアムアーマー、稼働のためにデザインが変わっていたり取り付けることで稼働しなくなる部分はありますが、シルエットの再現率と元の状態からの変化が楽しいです。気になったところ、グレー部分。暗いグレーのアニメに比べると明るく青みがかったグレーで色味が異なる気がします。こんな人におすすめです。アレックスが好きな人、古いキットということもあって構造はシンプルで初心者の人でも作ることができると思います。フルアーマーが好きな人、フルアーマーのゴテゴテ感とか元の機体からのシルエットの変化が好きな人におすすめです。手を加えるなら合わせ目消し。古いキットなので合わせ目が多いです。チョバムアーマーを着せても見えてしまう太ももの前後にある合わせ目は消した方がいいかなと思いました。サーティーミニッツシスターズ、シアナーマルシア、ビバーチェホーム、すぐみレビュー。好きなところ、足アーマー。自立できない代わりにかなり思い切ったデザインをしています。スタンド付きなので、こういう思い切ったデザインでも大歓迎ですね。チューブトップっぽい胸部デザイン。チューブトップって、眼帯ビキニと双璧をなすぐらい大好きなんですよね。北半球も南半球も楽しめるの最高。気になったところ、ヘアパーツ。ルーチェのヘアパーツの中でも、頭頂部の合わせ目が一番目立つ気がします。スタンド、脚部アーマーが長いので、今回付属しているスタンドだと長さが足りずに干渉してしまいます。携帯で飾るなら別売りのスタンドを用意することをお勧めします。この人におすすめです。ストライクウィッチーズが好きな人、脚部アーマーがかなりストライカーユニットっぽいので魔法武装のシールドと合わせて使うと見立て改造に役立ちそうです。カスタマイズしてみました。レシピはこちら。水中での機動力と攻撃力を意識してみました。 HGUC アグガイスグミレビュー。好きなところ、プロポーション。可愛い劇中プロポーションをかなり忠実に再現しています。モノアイの稼働、かなり動かすことができていろいろな表情をさせることができます。ここまで稼働できるキットはなかなかないので満足感がかなり高いです。腕のギミック、伸縮ギミックを再現するためのワンブパーツ、08小体版再現パーツなどバリエーションがかなり豊富で遊びがいがあります。気になったところ、首の接続。キットが古いので構造も古く大きさに見合っていないボールジョイント接続でちょっと外れやすいです。体操座りができない。アッカイといえば体操座りのイメージがありますが、このキットはできないですね。どうしても体操座りさせたい人にはマスターグレードをおすすめします。こんな人におすすめ。アッカイが好きな人、結構作りやすいしプロポーションも良くてギミックも豊富で満足度が高いです。手を加えるならモノアイ。蛍光塗料や蓄光塗料を塗って光らせるとかっこよくなると思います。 HGUC ハイゴックススグミレビュー。好きなところ、腕。肩からクローの先っちょまでかっこよすぎますね。肩アーマーは大きくていかつくてかっこいいし、上腕の構造はマスターグレードエピオンのヒートロッドのような構造でめっちゃ動きます。前腕からクローも長い流線形で曲線がかっこいいです。気になったところ、肉抜き穴。集合体恐怖症の人にはちょっとお見せできないぐらい足の裏の肉抜き穴が多く、足の裏が見えるとちょっと気になります。バックパック、このアンテナ部分はたまたま後ろに倒れただけでも折れる可能性が高いです。気をつけて飾りましょう。こんな人におすすめ。模型クロー、一番組み間違えやすい足パーツが組み立てると分解が難しいはめ殺しの構造になっているのでしっかりと説明書を読む必要があります。分解しやすく加工するための知識と道具を持っている人におすすめです。手を加えるなら塗装。肩アーマーの裏側を濃いグレーや黒で塗るとのっぺり感をごまかせるし雰囲気が引き締まってかっこよくなると思います。ハイグレードガンダムエイジ3オービタルすぐみレビュー。好きなところ、足、つま先をピントできるの大好きです。スタンドが付属するので飾る時にもポーズを取らせやすくていいですね。普通に設置もできます。スラスター、宇宙特化型ウェアということで機体各所にスラスターが配置されています。個人的に肩のスラスターが一押しです。気になったところ、武器。手に持つことはできるんですが大きさのせいか若干不安定です。前腕部分とも連結できたら最高でしたね。こんな人におすすめです。ガンダムエイジ見たことない人、ネタバレですが劇中のガンダムで一番扱いが悪い。見たことないけど見た目が好きという人におすすめです。模型初心者、エイジシリーズは他のガンダムに比べて対象年齢が低かったせいかガンプラが作りやすくよく動くように工夫されています。エイジのガンプラはよく入門におすすめしていました。手を加えるならリアスカート。珍しくリアスカート同士の接続軸を切断することで独立稼働をさせることができます。ハイグレードアメインゴーストすぐみレビュー。好きなところ、マニピュレーター。左右対称のデザインも好きだし左手の指先が全て稼働するのかっこいいですね。バックパック、ジャミングポットの開閉ギミックでシルエットが結構変わります。開いてる時のトゲトゲしいシルエットがかっこいいですね。気になったところ、肉抜き穴。個人的に一番の特徴だと思っているマニピュレーターにがっつりと肉抜き穴があります。注目を集めやすい部分なだけに余計に気になりますね。こんな人におすすめです。アクロボが好きな人、
ブラックオックスとかグリフォン好きな人には結構刺さるデザインじゃないかなと思います。模型クロート、一度組み立てたら分解が難しいハメ殺し部分が結構多いです。分解しやすく加工できる技術が必要だと思います。手を加えるならトップコート、光沢スプレーで艶やかにしてもかっこいいと思いますし、艶消しでマットな感じに仕上げてもかっこいいと思いました。30 Minutes Missions ボルパのバタンクバージョンすぐみレビュー。好きなところ、キャタピラ。シージョイント接続でかなり汎用性が高いのでカスタマイズに役立ちそうですね。砲塔が360度、砲身が100度ほど稼働します。特に砲身の稼働はタンクモードで正面を狙っているのか、上空を狙っているのかなど表情をつけることができて嬉しいですね。気になったところ、モノアイ。ここだけ付け替えなのが惜しいところですね。ハイグレードグレイズカイの肩アーマーのような構造でワンチャン稼働させられなかったかなと思ってしまいました。こんな人におすすめです。タンクモードが好きな人。砲塔パーツのおかげでかなり戦車っぽさが出ていると思います。キャタピラが好きな人、キャタピラ周りをまるっと他のキッチンに移植することもできます。カスタマイズしてみました。レシピはこちら。敵の攻撃を受けても平気な装甲と敵の装甲を物ともしない火力をテーマにカスタマイズしてみました。HGUC グフカスタムすぐみレビュー。好きなところ、ガトリングシールド。モリモリの情報量を分解できるガトリング、色分けと文句のつけようがないですね。重くなっているので片手では支えられないように見えますが、肩と胴体にロック記号があるのでポーズを固定させることができます。モノアイ、ヘッドパーツを外すと下側につまみがあって左右に稼働させることができます。気になったところ、稼働範囲。発売された時期を考慮しても腰と股関節の稼働範囲がかなり狭いですね。手首、個体差の可能性もありますが、ハンドパーツが外れやすいです。こんな人におすすめです。08正体が好きな人、ガトリングシールドは見た目よりも作りやすいですが、動力パイプはあまり見ないパーツなので、初心者の人は慎重に組み立てましょう。ただ全体的に組みやすいキットだとは思います。手を加えるなら、ウェザリング。紫外線のホコリで汚れているイメージなので、グレー系でウォッシングすると似合うと思います。HGUC 陸戦型ガンダムすぐみレビュー。好きなところ、ヘッドパーツ。少し横に潰れて広がっているのが劇中のイメージにめちゃくちゃ近いです。このアニメ再現率はなかなかお目にかかれないですね。武器、100ミリマシンガンのホールディングストック、ふくらはぎのビームサーベル収納のギミックが特に良かったですね。気になったところ、手首。円柱状のパーツで前腕とハンドパーツを接続しているんですが、手首側が発火しやすいです。破損の可能性も高いのでかなり気になりますね。こんな人におすすめ。08正体が好きな人。全体的にアニメの再現率がめちゃくちゃ高いです。バックパックとウェポンコンテナに構造は簡単なのにちょっと組み立てづらい部分があります。ただこの2箇所以外は組み立てやすいので落ち着いて組み立てましょう。手を加えるならウェザリング。劇中で常に泥やら砂やらで汚れていたイメージもあるので、ウェザリングの中でもウォッシングに挑戦してみたいですね。ハイグレードガンダムバイルすぐみレビュー。好きなところ、ブレードホルダー。結構動かすことができるのでバットポーズがかっこよく決まります。頭、ほぼ真上を向くことができるのでスピード感のある突撃ポーズを取らせることができます。気になったところ、ハンドパーツ。武器が実体験2本のみなので遊びの幅を広げるためにも角度付き持ち手は欲しかったですね。劇中の特徴的なポーズを再現するために平手が2個付属したらもっと嬉しかったです。バックパック、大型な分重量があるので外れやすいです。軸を太らせる必要があるかなと思います。こんな人におすすめです。バイルが好きな人。オルフェンズ系のプラモデルはフレームの分少しパーツ数は多いんですが、複雑な部分はないので初心者の人でも作ることはできると思います。手を加えるなら部分塗装。ペンとかフレームの一部をメタリックカラーで塗るとかっこよくなると思います。ハイグレードガンダムシュバルゼッテすぐみレビュー。好きなところ、武器。ガーディアンのプレイバリュー最高です。5パターンから選んで取り付けられるのいいですね。遊びがいがエアリアル回収型に相当します。前腕、こういう武器が仕込まれてる前腕大好きなんですよね。リボルバーの断層みたいなディテールがいいですね。気になったところ、角。ちょっと脆い感じがしてポージングしてると折りそうで怖いですね。3ミリ軸、めちゃくちゃ多用してるのでガシガシ遊んで緩くなりそうです。ビームエフェクト、きつくて取り外して壊しそうです。こんな人におすすめ。シュバルゼッテが好きな人。ちょっと頭の構造が複雑でアンテナに気をつけないと折っちゃいそうですが、他は特に難しいところもないのでガンプラ作ったことない人でも作ることができると思います。手を加えるなら武器。3ミリ軸は遊んでるとどうしても緩くなると思うので、マスキングテープで補強したり溶剤塗ってちょっと太らせるといいと思います。ビームヘッドの方は接続部分をカッターとかでカンナ掛けして微調整してやると破損防止になると思います。ハイグレードガンダムキャリバーンすぐみレビュー。好きなところ、アンテナ。アンテナがクリアって今までなかった気がします。特徴的で好きです。武器、構えるところを見て魔女だ
水星の魔女だわってなるの最高ですね。気になったところ、クリアパーツ透明度が低いというか、ちょっとスモークがきついせいか下のシールの透けている感がいまいちな気がします。こんな人におすすめ、機動戦士ガンダム水星の魔女が好きな人。タイトル回収の仕方がすごすぎてたまんないですよね。頭部のパーツが小さいし数が多くて難しいのと、バリアブルロッドライフルのスラスター部分のシールが難しいぐらいで、あとは結構簡単なので初心者の人でも作ることができると思います。シールは爪楊枝でポジションを決めて細めの綿棒で押し付けると貼りやすいと思います。手を加えるならシール、個人的に赤く光ってる時の方が戦闘シーンが多かったり、スレッタが頑張ってるって感じがして好きなので、マッキーでパーメット部分のシールを塗ってみました。ちなみに油性ペンがおすすめです。ハイグレード龍神丸すぐみレビュー。好きなところ、肩、独特な構造のおかげで可動範囲が広く、刀龍剣の構えも振り下ろしのポーズもバッチリ決まります。成形色、肩の龍まさかの色分けパーツです。シールじゃありません、というかシールレスなのでヘッドパーツも全て成形色です。気になったところ、ゲート配置、本体の背中側とか裏側の見えにくいところに来るように配置されているのは素晴らしいと思います。ただ局面の縁に多いので気をつけないとえぐっちゃいそうですね。こんな人におすすめです。魔人英雄伝渡るが好きな人、肩の竜をかなり綺麗に切り取る必要があるぐらいで、パーツ数も少なめで初心者でも作ることができると思います。好きな、かなりおすすめです。手を加えるなら部分塗装、パーツの内側、特に肩の内側は黒で塗りつぶすとアニメっぽいキリッとした感じが出て良くなると思います。 HGUC シャア専用ゲルググスツグミレビュー。好きなところ、バーニア、裾の中とスカートの中にバーニアがあってチラッと見えるのがかっこいいです。平手は平手でも、普通の平手と比べても表情豊かというか感情が宿っている感じがしてかっこいいです。気になったところ、顔、こんなに横に潰れてたっけってぐらい、なんかちょっと横に広いです。正面以外からはそんなに違和感ないので不思議ですね。サイドアーマー、なんで可動軸ついてるのかわかんないぐらい動かないですね。この人におすすめです。ゲルググが好きな人、古いキットということもあって組み立ては結構簡単なので初心者の人でも安心です。個人的にシャアが乗った機体を作りたい初心者の人におすすめするなら、このゲルググがちょうどいいかなと思っています。手を加えるなら、ツヤ消し、積み入れをするにはちょっとモールドが複雑なところがあるので、ツヤ消しスプレーが一番お手軽かなと思いました。30ミニッツシスターズリリネルすぐみレビュー。好きなところ、胸部パーツ、すごい、とてもすごい、開発に絶対に紳士がいますね。感謝感謝。自分の行動範囲で他の30ミニッツシスターズに比べてリリネルをあまり見かけなかった理由が分かった気がします。スカートパーツ、可動用に別パーツが付属するのいいですね。蹴りもペタン座りもできていいです。気になったところ、手足、ジョイントが減ってカスタマイズ性が少し下がっているのが気になりました。こんな人におすすめ、ララネルを持っている人。ララネルとリリネルのアーマーを組み合わせると公式の完全形態を作ることができます。カスタマイズしてみました。レシピはこちら、ララネルカラー B からアーマーパーツ、フライトアーマーからオプションアーマー、ミリタリー武装2個からライフル銃口2個、魔法武装2個から先端エフェクトパーツのビームレイピアを2個、大型プロペラントタンクユニットから大型プロペラントタンクと大型ブースター、ララネルと合体させてさらに攻撃力と機動力を持ってみました。30ミニッツミッションズスピナーティオ忍者仕様すぐみレビュー。好きなところ、カラーリング、青と黒のボディにアーマーの白が差し色になっていてかっこいいです。肩アーマー、アシンメトリーなところがかっこいいです。気になったところ、武器、和風よりも忍者風によって欲しかったですね。ライフルよりも手裏剣とかクナイが欲しかったです。こんな人におすすめ、忍者が好きな人。みんな好きだよね、忍者。俺も好き。30ミニッツミッションズの中でもさらに作りやすい方だと思うし、任務に合わせて武器を変えるみたいな設定を持たせるとどんなカスタマイズもさせやすいのがいいなと思います。カスタマイズしてみました。レシピはこちら、カスタマイズウェポンズ戦国兵装、十文字槍、太刀、小太刀、ショートブレード、攻撃等型用オプションアーマー、シエルノバブラック、肩アーマー、武装の追加とシルエットを逆三角形にするのを目的に改造してみました。ショートブレードはラビオット用オプションウェポン1の邪魔な春に交換したいなと思っています。30ミニッツミッションズエスポジットアルファすぐみレビュー。好きなところ、武器、個人的に可変機が小ぶりな武器を持っているのが大好きです。飛行形態で機種にマウントされるのもかっこよくて好きです。ヘッドパーツ、今発売されている30ミニッツミッションシリーズのヘッドパーツの中で一番好きです。このヘッドパーツを元にしたカスタマイズヘッドが一刻も早く欲しいです。気になったところ、変形、完成度が高すぎて組み替え変形させたくない派と変形を捨てたくない派の2派は改造にかなり苦労すると思います。完全に嬉しい悲鳴ですね。こんな人におすすめです。可変機が好きな人、飛行形態の美しさがピカイチですね。改造するならいかにこの機種を生かすかだと思います。
カスタマイズしてみました。レシピはこちら。高機能型用オプションアーマー、シエルノワ用ブラックから肩アーマー、アルト用オプションパーツ1からソードパーツ、ライフルパーツ、オプションパーツセット8、マルチバックパックからミサイル、エグザビークル、エアファイターバージョングレーから羽、肩アーマーはグレー系か白系に交換したいなと思っています。ハイグレード特大型装甲特殊運搬車すぐみレビュー。好きなところ、正面装甲、上下にスライドできるのかっこいいですね。特に上に上げている時の目つきの鋭い感じが好きです。前輪角度をつけることができるので、こっちに向かって走ってますよ感が出せるのいいですね。気になったところ、両サイドの煽り、ロック機構がかなりしっかりしているので、下に下ろそうとすると力がいります。ちょっと壊しちゃいそうなので気をつけた方がいいですね。こんな人におすすめ、ジオラマ好きな人。72分の1ですが、まあ無人機設定でもいいと思いますし、スケールの異なる他のシリーズのキット乗せても似合うので、ストーリー性持たせて飾りたい人におすすめです。30ミニッツシリーズとか、最近発売されたものだとガンボロバとか似合いそうですね。手を加えるなら2台シートの自作。本体の満足度がかなり高いので、着色した和紙とかティッシュでお手軽に2台シート作ると似合いそうですね。 HGUC サザビーすぐみレビュー。好きなところ、大きさ、小さめのマスターグレードぐらいの大きさがあります。飾った時の存在感、手に持った時の重量感がいいですね。関節、機体全体に配置してあるメタリックカラーがかっこいいです。気になったところ、ファンネル。せっかく展開状態のファンネルが6個もついてるのに、飾るためのパーツが1つもないです。せめて2つ欲しかったですね。こんな人におすすめ、アニメのサザビーが好きな人。情報量的にアニメのサザビーに一番近いかなと思います。バックパック周りがちょっと入り組んでて難しいぐらいで、全体的にパーツが大きいこともあって、プラモデルをあまり作ったことない人でも作りやすいと思います。手を加えるなら、ファンネル。ファンネル搭載機はやっぱりファンネル飛ばして飾りたいですね。そこでタミヤの透明ソフトプラ材 2mm 角棒6本入りを使うと、ファンネル6個すべて展開した状態で飾ることができます。本体から飛ばしてもいいし、スタンド等を使って本体の周りに配置してもいいですね。 HGUC シナンジュスタインつぐみレビュー。好きなところ、直線の多いデザイン。直線の多いデザインだと連邦っぽく感じますね。腕や胸のエングレービングと混ざっているのが六角感があっていいですね。肩、マスターグレードのような引き出し機構がついているので、元のシナンジよりもかなりポージングに幅が広がります。気になったところ、ライフル。デザインはめっちゃ好きなんですが、長さのせいで上腕に干渉するので普通に持たせることが難しいです。武器の合体もロマンがあって好きなんですが、かなり重くなるのでポーズによってはディスプレイスタンド必須だと思います。こんな人におすすめ、シナンジュスタインが好きな人。パーツ数は多いんですけど、入り組んでるところはないので初心者でも作りやすいと思います。作ってる時にパーツなくさないように気をつけるのと、ちゃんと説明書を読むだけで完成させられると思います。手を加えるなら、トップコート、艶消しの方が似合うと思うんですけど、まあ光沢も捨てがたいデザインだと思います。 HGUC ジムすぐみレビュー。好きなところ、プロポーション。雰囲気が完全にアニメのジムなんですよね。アニメのジムのイメージにかなり近いプロポーションだと思います。顔、かっこよすぎない、濃すぎない、いい感じに頼りない顔が劇中のジムのイメージぴったりです。気になったところ、ヘッドパーツ。ヘッドパーツ横のゲートアート、合わせ目がヤスリ掛けの難易度がめっちゃ高い部分にあります。丁寧にやるか、ディティール作り直すぐらいの気持ちでやるのがいいかもしれませんね。こんな人におすすめ、各種工作に挑戦したい人。ご時世的に入手難易度が高いんですが、定価1000円以下で作りやすいので、初めての加工塗装におすすめのキットです。アニメのジムが好きな人。アニメ機動戦士ガンダムのジムとして完成度がめっちゃ高いです。手を加えるなら、ヘッドパーツ。クリアパーツの内側をシルバーで塗るとカメラがより輝くと思います。ガンダムマーカーが一番お手軽ですかね。 SD ワールドヒーローズ超運ダブルオーガンダムコマンドパッケージすぐみレビュー。好きなところ、腕。三国総決戦 SD ワールドヒーローズの中ではかなり珍しい上腕前腕に肉抜き穴がないキットです。巨大なシルエット、リアル闘神よりも SD で大きなシルエットっていうのが昔からなぜか好きなんですよね。気になったところ、髪の可動。このポニーテールが動くだけで表情がついて全然違うのになぁと思いました。目のシール、選択式で通常の瞳とサングラス2種から選ぶのは酷だなぁと思いました。付け替えることができると嬉しかったです。手を加えるなら、目。頭部内部にネオジム磁石などの小さくて強力なマグネットを接着。目のシールは薄手のマグネットシートに接着して切り出すことで、お手軽に表情を変えることができるようになります。30ミニッツミッションズアルト陸戦士をすぐみレビュー。
きなところ足、ふくらはぎから足先までが通常のアルトよりも太くてマッシブでかっこいいですね。顔、メインカメラの横にサブカメラみたいなものがついていてかっこいいです。組み替えパターンの豊富さ、特にキャタピラをかかとに装備した状態が好きです。気になったところ、武器とバックパックの相性、パッケージの状態だとバズーカのマガジンがバックパックに干渉するので構えるのがかなりきついです。組み替え必須だと思います。こんな人におすすめ、ミリタリーなデザインが好きな人、量産機がモチーフの30ミニッツミッションズの中で戦車の衣装が取り入れられている機体です。キャタピラはポジションが説明書に載っている4パターン以外にも自分で選ぶことができるので、好きなところを選んで組み立てましょう。手を加えるならウェザリング、陸戦キャタピラ機体はベージュで砂汚れ、ブラウンで泥の汚れを表現すると似合いそうですね。ハイグレードガンダム決まりすぎであるすぐみレビュー。好きなところ、ドリルランス。やっぱりでかい武器は最高ですね。大きいので複合兵装になっていたり、大きいのにさらにシールドと連結して大きくなるのいいですね。脚部、肩幅が広くて全体的にゴツめのプロポーションがかっこよくて、膝のドリルの魅力も最高です。気になったところ、リアアーマー。リアアーマーと脚部が干渉するせいでポーズが取りづらくて、せっかくのドリル2がかっこよく決めにくいです。ハンドパーツ、武器の重さに対応できてないですね。鉄鋼部分がポロポロ外れて落ちるので、保持力の高い企画が欲しかったです。こんな人におすすめです。キマリスビダールが好きな人、某ゲームで大暴れしてるらしいですね。オルフェンズキットの共通点でパーツ数は多めですが、複雑な部分は少ないので組み立てるのは簡単かなと思います。手を加えるなら塗装、肘周りのシールがかなり大きく普通に貼っても多分浮くので塗装する方が無難かなと思いました。 HGUC ガンタンクすぐみレビュー。好きなところ、プロポーション、アニメからそのまま出てきたようなプロポーションで劇中再現率が高いです。シールレス、色数が少ないというのもありますが、もっと最近の技術だと思っていたので開封してシールが入っていないことに驚きました。気になったところ、キャノン、皮膚のポリキャップが丸見えなのがちょっと気になりますね。塗装するときに一手間かかるんですよね。こんな人におすすめです。ガンタンクが好きな人、めっちゃクオリティが高いです。パーツ数も少なくて組み立てやすいので塗装や改造の練習にももってこいだと思います。合わせ目消しをするときも肩アーマー以外はあんまり後はめ加工のこと考えなくて良さそうなのもいいですね。手を加えるなら墨入れ、グレー部分と黄色部分にちょっと墨入れしてやるだけで引き締まってかっこよくなると思います。履帯は割れるので塗装はやめておきましょう。 HGUC ガンダム GP02A サイサリスすぐみレビュー。好きなところ、プロポーション、細部で少しアレンジが加えられているような気がしますが、かっこよくアレンジされていると思います。持論ですが、古いキットでもマスターグレードの後にハイグレードが発売された商品は特にプロポーションが良くなるイメージがあります。肩、スラスターの展開ギミックがかっこいいですね。気になったところ、バズーカ、肩と接続されている可動部分の組み立て難易度が破損しそうという方で高いです。動かすのもかなり怖いです。シールド、見た目最高だけど持ち手がちょっと残念です。ビームサーベル、刃部分が普通のものと変わらないのは仕方ないと思いますが、保持できないという不満はあります。こんな人におすすめ、ある程度プラモに慣れている人、バズーカの可動部分とスラスターが初心者の人にはちょっと難しいかなと思いました。ただ全体のクオリティは高いので、好きな人はぜひ頑張って作ってみてください。手を加えるなら墨入れ、明るい部分が多いので墨入れで雰囲気を引き締めるとかっこよくなると思います。HGUC ザク2すぐみレビュー。好きなところ、スカートパーツ、軟質素材でポーズの自由度が高くてすぐみ派とかお手軽仕上げ派には嬉しいですね。普通の PS 成形のスカートパーツもあるので塗装派もご安心。ハンドパーツ、大満足の6種類付属です。特に左の銃持ちでは珍しいですね。気になったところ、動力パイプ、動力パイプそのものというよりは脚部の動力パイプ接続部分がちょっと気になりますね。腕、可動が多いのはいいんですが、その分保持力が低いというか結構プラプラします。ちなみに可動が多くても武器は割と構えづらいです。こんな人におすすめ、ザク2が好きな人、テレビアニメ版のザクとか最近のゲームに登場する 3D モデルのザクのプロポーションに非常に近いと思います。すぐみ、お手軽仕上げの人、最大の特徴が可動とそれを邪魔しない軟質パーツかなと思います。軟質パーツが塗装と相性が悪いので塗装しないよっていう人ほどおすすめです。手を加えるならツヤ消し、軟質パーツが光沢のないマットな感じなので、そこに合わせて全体にツヤ消しをすると調和が取れていいかなと思います。 2B 戦士レジェンド、コマンドガンダムすぐみレビュー。好きなところ、アンテナ、なぜメッキパーツはこんなにも心が躍るのか、ワンポイントっていうのがいいですね。ミサイルランチャー、特に蓋のついてないタイプのミサイルランチャーが好きなんですよね。気になったところ、手持ち武器、マシンガンはマガジンが前腕に、機関銃は肩にめちゃくちゃ干渉します。ポージングを模索している時にボールジョイントがポロポロ外れるのでかなり気になります。こんな人におすすめです。 BB 戦士が好きな人、軽装形態があったり武器が合体してこその BB 戦士だっていう人におすすめです。改造できる人、遊んでいると手持ち武器の干渉具合がかなり気になります。思い切って改造できる人の方が楽しめるキットかなと思います。手を加えるなら武器、マシンガンのマガジンは切り取るか、ブルバップマシンガンのマガジンの位置に変更したいですね。フィギュアライズスタンダードオワールすぐみレビュー。
好きなところ、ジャケット。可動がほぼなくなりますが、唯一無二のシルエットが手に入ります。個人的に余った袖で前腕のシルエットが太くなっているところが好きです。成型色、バンダイのビプラの中で一番色白だと思います。人間離れしている感じが劇中のイメージにも合っていると思います。気になったところ、肩幅。正面から見ると、アニメよりもちょっと肩幅が広くたくましく感じるので、飾るなら角度と工夫が必要です。こんな人におすすめ、ノワールが好きな人、ボディースーツだけの状態、服を着た状態、ジャケットを着た状態から選んでアニメの劇中再現することができます。細いパーツが多いので破損に気をつける必要があるのと、ジャケットを装着するときにコツがいるので、初心者の人は特に注意して動かしましょう。手を加えるなら顔。タンポ印刷のフェイスパーツはパッケージやアニメに比べると寄り目がちな感じがします。無地パーツにデカールを貼って好みのバランスの顔絵表情にしましょう。ハイグレード大前がすぐみレビュー。組み立てた感想、ボリュームからは想像できないぐらい組み立てやすいです。パーツは手が痛いぐらいエッジが立っています。色分けがすごいのでシールレスですね。驚きました。好きなところ、大きさ。長い足とボリュームのある肩が特徴的です。肩はボリュームのおかげか可動範囲が広めなのもいいですね。武器、いいボリュームです。大きな武器って保持力が気になるんですが、接続軸があってしっかり持たせることができます。気になったところ、メタリックパーツ。硬いせいか分解しやすくするためにダボ穴等を切ると割れることがあるので、塗装派の人は気をつけましょう。ハンドパーツ。刀や実体剣を装備したロボットには角度のついた持ち手は必須にしてほしいですね。手を加えるなら残管と、平たい大きなパーツで引けが結構目立つので、軽くパテやサフで持ってヤスリがけして引け消したいですね。30ミニッツシスターズ。勇者なカラーシーすぐみレビュー。組み立てた感想、腰回りは新しい構造が取り入れられていて、組み立てる時の負荷がかかりにくくなっていたような気がします。ゴム素材の関節パーツがちょっとだけ採用されています。ゴム素材はランナーから切り離すときに吹っ飛びやすいのと、組み立てるときに少し硬いので、そこだけ気をつけましょう。好きなところ、胸のリングパーツ。動かすと隙間が見えていたのがリングパーツで隠れるようになりました。気遣いがすごいですね。表情、今出ている30ミニッツシスターズのフェイスパーツの中でこのニヤリ顔が一番好きですね。特にこのギザ場に変えた状態のニヤリ顔がすごい好みですね。気になったところ、手首。すっごい外れます。多分個体差でゆるゆるでした。手を加えるならアーマーパーツ。白くてディティールが見えにくいのでグレーで墨入れしたいですね。カスタマイズウェポンズ。ヘビーウェポン1レビュー。内容物、キャノン2個、ミサイルポッド2個、バックパック、ハンドブレード、ショートアックス、大型シールド、ジョイントパーツ。キャノンはリボルバーの弾倉のようなデザインがかっこいいですね。ミサイルポッドは蓋の裏にもミサイルがたっぷりなところが最高です。ハンドブレードとショートアックスは合体させることで大型ソードになります。このハンドブレードの持ち手がかなり好きで、カスタマイズウェポンズの中でもお気に入りです。大型シールドは2パーツ構成で稼働しない代わりにがっちりしているところがオプションパーツセット3の大型シールドと差別化されているのがいいですね。ジョイントパーツはこの辺が新規パーツだと思います。特に L 字型のジョイントパーツは使い勝手が良さそうですね。 HGUC ガンダム EG8 すぐみレビュー。組み立てた感想、基本的に左右対称なこともあって組み立てやすい、初心者にもおすすめのキットだと思います。複雑なところはないんですが、バックパックの組み立ては一部コツがいるかなと思います。あとマシンガンのストックは細いので、組み立てるとき動かすときは破損に注意ですね。好きなところ、プロポーション。アニメに比べると肝を落ち顔の横幅が狭くて小顔かなって感じもしますが、バトーベとかゲームのプロポーションにはかなり近いかなと思います。成型色、劇中で真っ白だったりちょっとくすんだ感じの白になるんですが、進んだ方の白に色味が近くて汚れている EG8 のイメージにぴったりな成型色だと思います。気になったところ、パラシュートパック。シールで固定なので外すときにシールをちぎる必要があります。かかとカバー、動かしていると結構外れやすい気がします。手を加えるならウェザリング。明るいグレー系でジャブジャブウォッシングしたいですね。ハイグレードガンダムバルバトスループスレックスすぐみレビュー。組み立てた感想、オルフェンズ系のキットはフレームの関係でパーツ数が多い印象があります。ただルプスレックスはパーツが大きめなので他のオルフェンズキットに比べると組み立てやすいかなと思いました。腕のギミック部分、バックパックの可動部分は特に説明書をよく読みましょう。好きなところ、でかい腕、異様感が一番強い部分で一番の特徴だと思います。テールブレード、物理攻撃のインコムみたいなところがかっこいいですね。気になったところ、シール。爪はブレードなど先端にシールを貼る部分が多いんですが、先端に貼るシールって一番剥がれやすいイメージがあります。手を加えるなら部分塗装、シールで色分けする部分、特に黄色の部分は塗装したいですね。ハイグレードガンダムアスタロとリナシメントすぐみレビュー。組み立てた感想、左右非対称で形状の全然違うパーツも多いので組み立てるとき他のキットよりもパーツを探す時間がちょっとかかるかなと思います。
ギミック豊富でもそこまで入り組んでる部分はないんですが、元のパーツ数が多めなので説明書はよく読みましょう。好きなところ、シュレット、武器とギミックが多いのに全部装備させてもすっきりとまとまっているところが好きです。ギミック、左右のサブアームと武器の合体ギミックが特に好きです。気になったところ、足、個体差なのか太ももの前パーツがポロポロ取れます。 C ランナーが2枚ある。色とパーツが異なる C ランナーが2枚あるのでパーツを探す時間がかかる最大の原因になっているかなと思います。手を加えるなら艶消し、剣のような武器もよく見るとドンキっぽくなっているので絶対に似合うと思います。30ミニッツミッションズ、エグザビークル、ティルトローター、すぐみレビュー。各部を見ていきましょう。コアユニット、エグザマックス本体の胴体としても使えそうなかっこよさと雰囲気がありますが、残念ながら首も腰部も接続できないです。ミサイルの展開ギミックがあります。大きく手を加えずにカスタマイズするなら、ここの武器変更が一番お手軽かなと思います。胴体、左右と下部に C ジョイントがあります。ローター、チェーンガンの展開ギミックがあります。肩や太ももパーツとしても使えそうですね。組み立てた感想です。チェーンガンのパーツは細めで、分解するときに破損する可能性が高いので説明書をよく読んでパーツをよく見て組み立てましょう。あとはかなり簡単かなと思います。今までのエグザビークルに比べて C ジョイントが多くカスタマイズの幅を広げてくれそうですね。カスタマイズウェポンズ、ガトリングユニット、すぐみレビュー。付属品はバレル4種、マガジン3種、フォアグリップ2種、バイポット、ガトリングユニット、ライフルユニット、団体ジョイントパーツ。例としてですが、ガトリングガン、レールガン、マシンガン、サブマシンガンを作ることができます。ガトリングガンは団体が軟質樹脂になっているので結構自由にマガジンの位置を変えることができます。先端に 3mm の接続軸をつけれるのがいいですね。レールガン、マシンガン、サブマシンガンは重心とマガジンが選択式です。この組み合わせが個人的に好きですね。30ミニッツミッションズ、アルト空中戦士をすぐみレビュー。組み立てた感想です。気をつけた方がいいのは細い足先の組み立てぐらいですね。胸部追加装甲パーツは説明書通りの順番じゃなくて全体を組み立てた後に取り付けた方が破損防止になると思います。ボリュームが増えてパーツ数も増えていますが難しい部分はないので初心者の人でも簡単に組み立てることができると思います。好きなところ、足、トータルで3組ついてきてそのうち2組はバックパックのブースターとしても使えます。自分は細い足が肉抜きの軽量フレームっぽくなってるのが特に好きですね。キャノン、個人的にこういう背負い物大好きです。手持ち武器にもできるのでカスタマイズ性高くていいですね。気になったところ、バランス。 30mm シリーズにしては珍しい自立にコツがいるキットです。合わせてスタンド買っておいた方が無難ですね。手を加えるなら武装、カスタマイズウェポンズで手持ち武器を追加するとかっこよくなると思います。30ミニッツシスターズ、オプションパーツセット10、リーパーアーマーレビュー。付属品、ジャバラ剣、大釜、ハンドブレード2種、眼球型無人機。30ミニッツシスターズ、太ももパーツ2組。30ミニッツミッションズ、股間太ももパーツ1組。汎用ジョイントパーツ、ジャバラ剣はボールジョイントを押し込むことで体験としても持たせることができます。ゲートの位置がちょっといやらしいのでランナーから切り離すときやゲート処理するときは気をつけましょう。ハンドブレードは合体させることでハサミになります。 30MS 太ももパーツは大きさが違うものが2組で多分今までカラー C の太ももが出ていないティアーシャリシェッタ向けのパーツなのかなと思います。 30mm 互換太ももパーツはフライトアーマーに付属していたものの成型色違いですね。太ももパーツは軸受けパーツが2組分しかないので3組の中から選んで組み立てることになります。汎用ジョイントパーツのこの濃い紫の成型色は初めてですね。リアルグレードガンダムエピオンすぐみレビュー。組み立てた感想、制作時間は約6時間。リアルグレードブランドらしくかなりパーツ数が多いです。説明書には特に記載はないんですが、ウィングの赤いパーツは先にこちらから取り付けた方がネイビーのパーツと干渉しないので組み立てやすいです。あとはパーツ数が多いだけという印象なので根気よく頑張りましょう。足の突起が落とした時に折れやすいと思うので飾る場所、方法には気をつけましょう。好きなところ、頭部。後ろから当てた光がクリアパーツ通して透けるのでツインカメラが光ってるように見えてかっこいいですね。ヒートロッド、かなり動きます。ポリプロピレン素材で耐摩耗性も高く、もりもり動かせそうでいいですね。気になったところ、ヒートロッド、赤いパーツとネイビーのパーツで分割できないポリプルプレーン素材なので塗料が乗りにくくトップコートすら大変そうです。手を加えるなら墨入れ、モールドが多いので境界線をはっきりさせるとかっこよくなると思います。HGUC V2 アサルトバスターガンダムすぐみレビュー。組み立てた感想です。 V2 アサルト、 V2 バスター、 V2 アサルトバスターガンダムから選択して組み立てるキットで、自分は一番ボリュームのある V2 アサルトバスターを選びました。ちなみに一度組み立ててからの変更は結構大変なのでおすすめしません。組み立ては入り組んだところはないんですが、アサルトライフルの先端やバスターの T 字ジョイントなどちょっと脆そうな部分があるので力加減に注意した方が良さそうですね。好きなところ、足先。
可動箇所が多いし可動範囲も広いです。気になったところ、二の腕側の肘関節左右で色が違うので塗装必須かなと思いました。バスターの T 字ジョイント、ボールジョイントが浅いのは破損防止ということでまだ納得できるんですが、全体的にもう少し太く厚くなってくれると安心して遊べますね。手を加えるなら墨入れ、膨張色多めなので墨入れすると雰囲気が引き締まってかっこよくなると思います。SD ガンダムクロスシレット、ユニコーンガンダム2号機バンシーデストロイモード&バンシーのルンパーツセットすぐみレビュー。組み立てた感想です。SD ガンダムにしては高いと思うかもしれませんが、それに見合う作り応えとプレイバリューがあると思います。好きなところ、アームドアーマー VN、BS、両方とも展開ギミックがあります。特に VN は大きく開くことでハッタリが効くし、表情をつけられるのがいいですね。四白眼、バンシーの劇中イメージに合っていると思います。怒っている感じがかっこいいですね。気になったところ、首、頭部ボールジョイント受けがクリアパーツので結構硬いです。はめるのもちょっと気を使いますね。手を加えるならトップコート、自分はユニコーン系の機体は光沢トップコートで仕上げることが多いですね。 HGBF ビルドバーニングガンダムソリッドクリアすぐみレビュー。組み立てた感想、難しいなと思ったのは肘のクリアパーツ、珍しいなと思ったのは胸のパーツ構成です。ただどちらも落ち着いて説明書を読めば初心者の人でもちゃんと組み立てることができると思います。好きなところ、胸 MG のようなパーツ構成をしていて可動範囲がかなり広いです。肩をかなり前に出せるのでポージングがはかどります。ハンドパーツ4種類という多さにも驚いたけど、二重関節で90度曲げられるようになっているのは作っている段階でワクワクするぐらい驚きました。色違いのクリアパーツ、ザッゆっくり説明すると通常状態の青と覚醒状態の赤のクリアパーツが付属します。手を加えなら墨入れ、キットのクオリティがかなり高くて墨入れぐらいしか特にいじるところがないって感じです。エントリーグレードビルドストライクエクシードギャラクシーすぐみレビュー。組み立てた感想、制作時間は2度切りをして約2時間。元々のエントリーグレードストライクガンダムにクリアパーツと武装を追加した感じで思った以上にパーツ数は多かったです。ただシンメトリーなパーツ構成と説明書に V ごとにどのランナーを使うのか書いてあったのでかなり組み立てやすかったです。初心者の人にもおすすめです。好きなところ、武器合体武器っていいですよね。シールドのデザインも好きです。ブースター蓋を開くギミックがかっこよすぎて好きです。気になったところ、股関節破損防止なのかちょっと外れやすい気がしました。手を加えるならミキシング、3ミリ穴が各所に配置されていてジョイントパーツも2個付属するので自由度がかなり高いです。バックパックのジョイントパーツも付属するのでビルド系のキットとミキシングしたいですね。エントリーグレードラーガンダムすぐみレビュー。組み立てた感想、制作時間は2度切りしても約1時間半。シンメトリーなデザインでパーツ数も少なくて組み立てやすいので初心者の人にもおすすめです。強いて言うなら肩と腰の赤いパーツだけ向きに気をつけた方がいいです。好きなところ、作りやすさ、シンメトリーで作りやすい本体もですが武装までシンプルなところがいいですね。シュレット、改造前のファーストガンダムとあまりシュレットが変わってないところがなんか好きです。バックパックにマウントされてるなぎなたのシュレットの影響かなと思います。武器、ハンドパーツに接続軸のないタイプだと円柱の武器はくるくる回って保持しにくくてポーズを取らせづらいのが定番なんですが、描く留めのおかげなのかしっかり保持できます。手を加えるなら合わせ目消し、足にだけ目立つ合わせ目ができるので消したいですね。後はめ加工が必要ない部分なので初めて合わせ目消しする人もチャレンジしやすいと思います。ハイグレードアフターコロニーウィングガンダムすぐみレビュー。組み立てた感想、思っていたよりもパーツ数は少ないです。発売当時ハイグレードのキットで共有されていた劇中のデザインと全く違う二重関節が前腕のパーツで隠れて気にならなくなっているのがいいですね。変形の関係で肩周りと膝周りはちょっと珍しいパーツ構成をしています。説明書をよく読んで組み立てましょう。好きなところ、シールド、内部にサーベルをマウントしてて取り出すギミックがかっこいいです。組み替えなしの変形、足の変形がちょっとややこしいぐらいで結構気軽に変形させることができます。気になったところ、バスターライフ、前腕に干渉してハンドパーツとの間に隙間ができるのが気になりますね。手を加えるなら部分塗装、黒い部分で一部シールが間に合ってないところがあるので墨入れついでに黒い部分だけ塗装するといいかなと思います。ハイグレードアフターオーガンダムダブル X すぐみレビュー。組み立てた感想、全体的に簡単な方だと思います。ただ腕の放熱板、足の放熱板、リフレクターの順でちょっとだけ複雑かなと思います。ヘッドパーツが珍しいパーツ構成をしていました。色分けに関してはシールが多めです。リフレクターはシールのキラキラした感じも捨てがたいので塗装するときに悩みますね。好きなところ、展開ギミック、ツインサテライトキャノンの発射状態を再現できます。これができればもう満足。ハンドパーツ、
昨今すっかり珍しくなったトリガーに指をかけているハンドパーツが付属します。気になったところ、胴体が外れやすい、よくあるボールジョイントですが、ツインサテライトキャノンが重いせいかちょっと外れやすいと思います。肘、発売当時のハイグレードに共通のデザインで、劇中のデザインと全然違いますね。手を加えるなら部分塗装、放熱板をゴールドに塗装したいですね。30ミリッツミッションズアチェルビータイプ A すぐみレビュー。組み立てた感想、もう少し幼い感じになるかと予想していたんですが、思っていたよりも頭身が高かったです。好みの頭身です。頭部、胸部、太ももが 30mm っぽくなった分、いつもの 30mm よりもちょっと組み立て難易度が上がったような気がします。太ももは 30mm よりもパーツ数が増えた分、可動軸も増えていますね。好きなところ、バイザー、アチェルビーのかっこよさの肝だと思います。個人的に真ん中につけてると目つきが鋭くなって好きです。ツインテールタイプ ABC で一番武器っぽくて拡張性が高いのもいいですね。気になったところ、首、 30mm の前後か左右に動かせる首だと可動範囲が広がって嬉しかったですね。肉抜き穴が大きいのも少し気になりました。カスタマイズしてみました。レシピはこちら、スピナティアコマンド仕様、カスタマイズエポンズ、ミリタリー武装、オプションパーツセット8、マルチバックパック、 30mm オプションパーツセットにフライトアーマー。個人的にツインテールは射撃機体というイメージがあるので、アチェルビーの軽量機という特徴を残しつつ重機を多く装備させてみました。 MGSD ガンダムバルバトスすぐみレビュー。好きなところ、デザイン、 MGSD の情報量の密度が元々のバルバトスのデザインとマッチしていると思います。個人的にアニメ主人公機の中で一番 MGSD 映えすると思っていました。シリンダー、 MG といえばこれというギミック、動かしてて楽しいですね。成形色が差し色になっているのもいいと思います。気になったところ、ハンドパーツ、指が開いてる形状のものしかないので、武器を握らせてる時にちょっとだけ違和感を感じることがあります。分解が大変そう、パチッとはめて組み立てるところが多く、外れにくいのは嬉しいんですが、塗装するとき分解が大変な気がします。手を加えるなら墨入れ、色分けバッチリなので、エッジをパキッとはっきりさせるともっとかっこよくなると思います。30ミニッツシスターズオプションボディーパーツ、ビヨンドザブルースカイ1カラー A レビュー。付属品、ボディーパーツ一式、ハンドパーツ一式、マイ、シール。30ミニッツシスターズ桜木マノとの違いは、ボディーパーツの胸部は3種類、脚部は2種類から選んで組み立てるところです。ボディーパーツの胸部は大中小のパーツから選んで組み立てます。一度組み立ててからの変更は細いパーツを折る可能性が高いので、個人的にはおすすめしません。今回は大を選んで組み立てました。脚部パーツは太ももを長短の2種類から選択して組み立てます。今回は短い方を選びました。こちらはラジオペンチなどの道具があれば分解は簡単です。30ミニッツシスターズオプションボディーパーツ、アルファシスターズファンタズム1カラー A レビュー。付属品、ボディーパーツ1式、ハンドパーツ1式、胸部パーツ2種、マイク。同時に発売されたビヨンドザブルースカイと比べると、既存の30ミニッツシスターズに近い構造をしていて、可動範囲が広いです。ボディの3ミリ穴や肩と太もものリングパーツなど拡張性も高いです。首とスカート横のクリアパーツがちょっと取れやすいのが気になりました。30ミニッツミッションズオプションパーツセット13レッグブースターワイヤレスエポンパックレビュー。付属品、ワイヤレスエポンパック1式、レッグブースター2個、耳パーツ2種、ヘッドギアパーツ3種、ツインテール2個、ショルダーアーマー1式、マルチジョイント1式。ワイヤレスエポンパックがかなりかっこいいです。飛ばした状態で飾るならアクションベース6でも飾れるんですが、入手のしやすさを考慮するとカスタマイズエフェクト2個買った方がいいかもしれないですね。レッグブースターもかっこいいです。ただ自立ができないので、合わせてディスプレイスタンドは買っておきましょう。ヘッドギアパーツ、ガンダムマーク2のバルカンポットが好きな人にはたまらないと思います。自分は短いアンテナついてるやつが特に好きです。ハイグレードビルドストライクガンダムフルパッケージすぐみレビュー。組み立てた感想、自分がストライク系のガンダムを複数作ったことがあるのもあって、ビルドストライク本体よりもビルドブースターの方が制作難易度は高いように感じました。変形の関係で機種部分が珍しい構造をしているせいかなと思います。好きなところ、ライフルが3種付属、2丁ライフルにしてもいいし、お気に入りの1本を残して他のキットに渡してもいいですね。プロポーション、アニメ劇中のプロポーションに非常に忠実だと思います。気になったところ、肘、発売された頃の共有デザインになっているので劇中のデザインとは全然違いますね。手を加えるならビルドブースター、単色成形で真っ青です。ただポジティブに考えると、塗装による色変えが簡単そうなのでランナー塗装に挑戦しても楽しそうです。 SD ワールドヒーローズサージェントベルデバスターガンダムデラックスセットすぐみレビュー。組み立てた感想、その辺のハイグレードよりもパーツが多くて作りがいがありました。腰回りとフルパッケージの団体とクローがちょっと難しかったですね。シールがめちゃくちゃ多いので初心者の
人もシールを貼るなら爪楊枝と綿棒を用意しておきましょう。好きなところフルアーマー、ちょっとだけだけど稼働するレールガンと蓋の開くミサイルが特に好きです。フォアーマー、ローターパーツのデザインめっちゃ好きですね。気になったところ稼働、ギミックで展開する箇所が多い分本体の稼働範囲はかなり狭いですね。手を加えるなら部分塗装、ミサイルとか凹凸の多い部分はシールよりも部分塗装の方がいいかもしれないですね。フィギュアライズスタンダードウルトラマン Z すぐみレビュー、組み立てた感想です。赤色のパーツは小さいものが多く、組み立てもちょっとコツがいるし、説明書をよく読んでも難しいところがあります。プラモデルに少し慣れてる人向けのキットだと思いました。ネットで見る顔が似てないっていう感想は肉眼だとあんまり気にならないので、広角やズームなど写真の補正が原因かなと思います。好きなところハンドパーツ、ご唱和ください我の名をやゼスティウム光線など劇中の特徴的なポーズが再現できます。目、頭部パーツ内に銀色のシールを貼って反射率を高めてることもあって特徴的なキラッキラの目を再現しています。気になったところ可動範囲、特に股関節が後ろに曲がらないですね。手を加えるならトップコート、劇中のイメージに近づけるなら艶消し、人外感を出すなら光沢がいいかなと思います。サーティーミニッツミッションズオプションパーツセット後、マルチウィングマルチブースターレビュー。付属品マルチウィングマルチブースター、マスク、ツインテールパーツ、ポニーテールパーツ、ジョイントパーツ。マルチウィングパーツは展開ギミックがあってガラリとシルエットが変わります。結構パーツ数が多くて部位ごとにバラすとこんな感じです。マルチブースターは可動の関係で正直ブースターというよりも足っぽいですね。このマスクパーツかなり悪役っぽくてかっこいいですね。ジョイントパーツはこのキット独自のものっぽいけど汎用性は高そうですね。サーティーミニッツシスターズルルチェカラーシースグミレビュー。組み立てた感想、今出てるサーティーミニッツシスターズの中で一番しっかりしたお姉さんというイメージです。肩や腰回りが所々古さを感じる作りになっていて、もっと早く手に入れたかったと思いました。好きなところカラーリング、褐色肌と白いアーマーの組み合わせ大好きです。サーティーミニッツミッションズで一番多いグレーのカスタマイズパーツがそのままでも似合うのもいいですね。ヘアパーツ、ポニーテール部分が別パーツになっていて表情をつけやすいです。アクションポーズが映えそうですね。気になったところ肩、三角筋のような起伏がなくて上腕の内側と外側の区別がないのでちょっとごつく見えます。手を加えるならハンドパーツ、手に入りやすいサーティーミニッツシスターズオプションハンドパーツホワイトで手に表情をつけてあげると飾るのがもっと楽しくなると思います。サーティーミニッツミッションズアチェルビータイプ B すぐみレビュー。好きなところ胸部パーツ、非常に重要なので耳の穴かっぽじってよーく聞いてください。タイプ A よりも胸部パーツが大きいです。大きいのはいいことです。ポニーテール、個人的に一番アクション映えする髪型だと思っているのでそれを模したパーツがついていることもあってポージングが楽しいです。気になったところタイプ A との差が小さい。ヘアパーツやアーマーパーツ形状が違うものもちゃんとあるんですが、欲を言うと武器のクリアパーツとか銃口のデザインが違うと戦闘スタイルの違いを想像できてよかったかなと思いました。カスタマイズしてみました。闇落ちが似合いそうだなと思ったのでマルチウィングで悪っぽいトゲトゲしいシルエットにして、ポニーテールといえば刀というイメージがあったので戦国武装から刀と小立ちを装備させてみました。モデロイドゴーダンナーツインドライブモードすぐみレビュー。組み立てた感想、思っていたよりもパーツ数は少なめです。股関節と膝関節の長い軸に穴を通すタイプのパーツが穴がきついのもあって壊しそうで怖いですね。力加減や力をかけるところに気をつけましょう。アンダーゲートは綺麗に切り取らないと合わせ目が目立つことになるのでしっかりと切り取りましょう。あらかじめヤスリを用意しておいてもいいですね。好きなところシルエット、マッシブで最高です。エフェクトパーツ、透けて軸が見えるのが気になるタイプなので炎のエフェクトが半透明で軸が見えにくくなっているところが好きです。気になったところ前腕側肘関節、めちゃくちゃ干渉するので合わせ目が広がって目立つし曲げづらいです。手を加えるならヤスリがけ、前腕のこのパーツの干渉具合は本当に気になるので削って薄くしてできるだけ干渉しないようにしたいですね。サーティーミニッツミッションズエグザビークル多脚メカバージョンすぐみレビュー。組み立てた感想、同じパーツを複数作る箇所が多いので難しそうに見える人でも簡単に作ることができると思います。お手軽改造でサーティーミニッツレーベルの下半身として使えば人外ロボにできるし大型のハンドパーツにもなるのでプレイバリューが高くていいですね。好きなところハサミパーツ、昔からなぜかハサミっぽいパーツって好きなんですよね。お尻ハサミがついてます。武器腕として使っても良さそうですね。気になったところ胴体の可動範囲、連結させるともっとフレキシブルに可動させられると思ったんですが一個一個の可動範囲がそもそも狭めなので3キット使ってもそんなに動かないです。
手を加えるなら連結させる。今回はたまたま3個買うことができたので連結させてみました。1個だとカニっぽくて、2個だとクモっぽくなります。ムカデっぽくするには5個ぐらい欲しいですね。ハイグレード新バーニングガンダムスウミレビュー。組み立てた感想、複雑な部分は胸部ぐらいで初心者でも作りやすいキットだと思いました。ただ余剰パーツが少し多いので間違えないように説明書はちゃんと読みましょう。好きなところ、変更樹脂のクリアパーツ、特にクリアブルーのパーツが好きで、普通のクリアパーツだと透けてしまうダボ穴や軸が隠れているのが好きです。バックパック結構動くのでポージングに幅が広がって楽しいです。気になったところ、炎のエフェクトパーツ、これまで似たようなエフェクトパーツがバーニングガンダム系には付属していたんですが、その中でもエッジが一番丸くてあんまりかっこよくない感じがします。手を加えるなら部分塗装、目立つところだとリアアーマーの裏側、膝の赤いパーツなんかは墨入れついでに黒く塗りたいですね。武器は単色でシールもないので飾るなら塗装したいですね。 SD ガンダムクロスシレット F くの1回すぐみレビュー。好きなところ、再稼働モード、 SD クロスシレットシリーズの瞳を前後で入れ替えるギミックを応用してフェイスパーツも入れ替えて状態変化させるギミックがかっこいいです。レジェンド BB シリーズとの互換、俺 SD ガンダム作りやすそうでいいですね。女性型の SD ガンダム作るなら必須の素材になるかもしれないです。武器変えるだけでもかなり楽しめると思います。気になったところ、ハンドパーツ、ちょっと変わった形状のものが一組だけで、握り拳とか普通の武器持ち手とか RX-00 に付属しているインを結んでるハンドパーツが欲しかったですね。ヘッドパーツ、接続軸が若干短いせいかヘルメット部分がかなり外れやすいです。ギミックの関係で頻繁に取り外す必要があるので破損防止のためかもしれないですね。手を加えるなら墨入れ、シールに合わせてグレー部分をホワイトか明るめのグレーで墨入れしたいですね。ハイグレードダンバインすぐみレビュー。組み立てた感想、すっきりとしたデザインの関係で最近のプラモにしてはパーツ数は控えめで作りやすかったです。プラモを作り始めたばかりの人、久しぶりに作る人にもおすすめです。曲面の内側にゲートアートが来るのでデザインナイフか紙ヤスリを貼り付けた円柱状のものを用意しておくとより綺麗に作ることができそうです。好きなところ、プロポーション、設定画よりもアニメ本編やオープニングの体型に近いと思います。ハーフミラーメッキ、ゲームとかイラストで見る材質や質感の違いがプラモでも表現されていると思います。気になったところ、上腕、肩とリード線でつながっているので上腕の可動範囲は狭めです。上腕から先は一応回転するんですがデザイン的に少し違和感があります。マットな質感、嫌いじゃないんですけど一部表面がザラッとした質感になっているのですぐみでの墨入れは滲んでうまくできなさそうです。手を加えるなら墨入れ、一度光沢スプレーを吹いてから墨入れすると多少楽に墨入れできると思います。仕上げにツヤ化粧しましょう。ハイグレードガンダムマックスターすぐみレビュー。組み立てた感想、多少シールで補っている部分もありますが色分けバッチリです。乾燥ギミックの関係でパーツ数多めで胸や前腕など構造が複雑なところもあります。ある程度作り慣れてる人向けのプラモだと思います。好きなところ、乾燥ギミック、肩アーマーがボクシンググローブになるのかっこいいですね。シルエットもがっつり変化してイメージが変わります。スタンド、クリアレッドがかっこいいですね。パージした装甲パーツを展示できるのも便利です。気になったところ、ナックルガード、展開するときに力のかかる部分が細くて壊しそうで気になります。入手性を考慮すると付け替えの方がありがたいかもしれないですね。手を加えるなら墨入れ、全体的に明るい色なので墨入れでラインをはっきりさせるとかっこよくなると思います。足りない一部の黒色もついでに塗っちゃいましょう。30ミニッツミッションズシエルノバダークグレーすぐみレビュー。組み立てた感想、形の似ている太ももとすねの走行パーツの上下、肩関節パーツと股関節パーツの前後に気をつける必要があるぐらいで初心者にもおすすめな作りやすいキットだと思います。好きなところ、足、30ミニッツミッションズで 1,2 を争うレベルで太いです。大好きです。腕、前腕が長くて肘が前腕の途中にある腕が大好きです。気になったところ、関節の保持力、個体差だと思うんですが肩と股関節がゆるゆるで特に腕は大型武器持たせるのも難しそうでちょっとびっくりしました。手を加えるならカスタマイズマテリアル 3D レンズシールに胸の下の部分にクリアブルーのものを貼ってもかっこいいかなと思いました。モデロイドエルドラ5すぐみレビュー。組み立てた感想、 ABS 素材とはいえ可動部分でかなり硬いところが多いなと思いました。そのうち壊しそうです。組み立て自体は簡単な方なんですが硬い部分の調整が必要なため製作難易度はちょっと高めです。好きなところ、合体機構、合体機構が結構スムーズでグランヘッダーを合体させた時の首パーツ以外はしっかりと固定されます。首パーツも動くことで破損防止になっている感じがするのと動かさなければ問題ないのでそこまで気にならないです。気になったところ、硬くて組み立てるのが大変、特にナイスフッターは硬い部分が集中していてヤスリ等で調整が必要なため組み立てる際には注意が必要です。パ
ワーハンダーも可動部分に硬いところが多く、壊れやすい部分もあるので調整が必要です。手を加えるならゴールド部分の塗装、シールと塗装済みパーツでゴールド部分の質感が結構違うので、シール部分は思い切って塗装した方が良さそうです。30ミニッツミッションズシエルノバイオオプション1レビュー。内容物、ハンドガンパーツ、スナイパーライフルパーツ、ガトリングパーツ、ソードメイス、オーガタックス、区内シールド、バックパック、各種ジョイント一式。スナイパーライフルっていう名前ですけど、この銃口を見ると自分は M82A1 のような対物ライフルを連想します。かっこよくて好きなんですよね。四角い方針のガトリングって珍しい気がします。マッシブな感じがめっちゃかっこいいですね。大型アックスいいですね。パワフルで大好きです。戦国武装でも戦国エポンでもなく、なぜかこのキットに区内が付属します。複数欲しいタイプの武器なので、各キットに1本ついてたら嬉しかったですね。こういう小手の延長っぽいシールドって一番好きです。バックパックはシエルノバのものと一緒ですね。このジョイントの四角と 3mm のやつずっと欲しいと思って探してたんですけど、こんなところにあったんですね。もっといろんなキットにつけてほしいです。30ミニッツシスターズオプションボディパーツタイプ G03 カラー B レビュー。付属品、ボディ、リングパーツ、ジョイントパーツ、靴底パーツ、バックパック、ジョイントパーツ。30ミニッツミッションズ五感首ジョイントパーツタイプ G で、体型はリシェッター、ボディカラーは B で、ティアーシャ、ララネルに対応しています。タイプ G のボディパーツはカラー ABC 出ていて、胸部の造形以外は色違いになっています。自分は3種類の中で今回レビューしている G03 が一番好きです。理由は内緒です。30ミニッツミッションズポルタノバ宇宙史をすぐ見レビュー。組み立てた感想、パッケージから受けていた印象ほど複雑ではないです。追加アーマーが2パーツ構成のものがほとんどなので結構作りやすいです。強いて言うなら、苦労部分はちゃんと説明書読んだ方がいいですね。好きなところ、ブースター凹凸でちゃんと収めるところがあるのが細やかで好きです。余ってる脚部が使われてるのもいいですね。気になったところ、キャノンハイブに接続して腰だめに構えることができると思ってました。背中にはマウントしてるだけみたいです。一応前腕パーツと入れ替えることで正面に向けることができます。手を加えるなら、墨入れ、全体的に白っぽいカラーリングでエッジがかなりぼんやりしてるので、墨入れでパキッとかっこよくしてやりたいですね。30ミニッツシスターズオプションパーツセット9コマンダーコスチュームカラー C レビュー。付属品、ボディパーツ、カラー C 無塗装フェイスパーツ2個。1個写真撮る前にデカール貼っちゃいました。ヘアパーツ、インカムパーツ、ヘッドパーツ、太もも、肩、靴底、ジョイントパーツ。ボディパーツはイルシャナの構造に近いですね。胸部パーツがムニッとなってるの最高です。ヘアパーツは新規造形で、側頭部の髪が長い独特な形状です。固め隠れなところもいいですね。インカムパーツは接続がボールジョイントなので結構動きます。太ももパーツはすごいです。とんでもないガーターです。ジョイントパーツはいつものやつって感じですね。30ミニッツミッションズエグザビークルカスタマイズキャリアバージョンすぐ見レビュー。付属品、カスタマイズキャリア本体、仕切り板2枚、連結ジョイント、マルチジョイント。キャリアは支柱の調節で5段階から選んで角度をつけることができます。ただ段階ごとの差は小さい感じがします。仕切り板を使うことで走行車にカスタマイズもできます。他のキットとのカスタマイズに使うのは発想力が試されますね。自分はもっぱら飾る時の味変に使うぐらいだと思います。スマホスタンドとしても使えるので、作業机の上に常駐させておいてもいいかもしれないですね。30ミニッツミッションズオプションパーツセット2レビュー。内容物、サイドアーマー一式、ロケットランチャー2個、脚部延長パーツ1組、リアクティブアーマー2個、追加ブースター2個、フック2個、スモークディスチャージャー2個、ミサイルポット2個、共通ジョイント1式。ミサイル系の武器は他のオプションパーツセットにもよく付属するんですが、スモークディスチャージャーはこのキットだけだと思うのでかなり珍しいですね。隠密系とか特殊部隊系の改造するならつけたいです。ミサイルポットのデザイン大好きです。ガンキャノンのスプレーミサイルランチャー好きな人にはドストライクだと思います。ハイグレードプルタインガンダムすぐ見レビュー。組み立てた感想、複雑なところはないけどパーツが多めで余剰パーツも少し出ます。コアガンダムの胴体、足首、アーマーの肩部分が入り組んでいるので説明書をしっかり読みましょう。コアガンダムのプレイバリューがそもそも高いので遊びがいがあります。好きなところ、カラーリング、一見悪役っぽいダークなカラーリングがかっこいいですね。コアガンダムのバリエーションの中でもかなり好きなカラーです。かかと OU 2本爪みたいなデザインのかかとパーツ大好きです。コアガンダム系はアーマーごとにかかとパーツの形状にも特徴があって、プルタインのかかとは上位3つに入るぐらい好きです。気になったところ、スタンドが欲しいタイプの武器、飛ばすタイプの武器があるキットには1個でいいのでスタンドが欲しいですね。ディスプレイスタンド6かエフェクトパーツのスタンドがおすすめです。ホロリしやすい、特に肩アーマーと胴体部分は外れやすい印象です。組み替えて遊ぶコアガンダム系共通で気になるところですね。手を加えるなら、シャープ化、特に刃になっている白いところをランナータグとか使ってシャープ化してかっこよくしたいですね。30ミニッツシスターズスティプラステロイアルディートホームすぐ見レビュー。組み立てた感想、リード線が干渉しまくるのでヘアパーツには結構縛りがあります。検討中の人はご参考に。製
制作難易度はリシェッタに毛が生えた程度なので、30ミニッツシスターズを作り慣れてる人なら簡単だと思います。好きなところカラーリング、モノトーンな本体にクリアグリーンの差し色がかっこいいです。ヘルメット、これが欲しくて買ったと言っても過言じゃありません。デザインもカラーもギミックも大好きです。ヘルメット用の頭部パーツがインナーのようになってるのも芸の細かさを感じてとても好きです。気になったところ、ヘルメット、動かすとヘアパーツとクリアのバイザー部分が干渉します。傷が入って曇る恐れがあるので、気になる人はヘアパーツを少し削るか、ヘルメットと後頭部の軸を短くしてクリアランスを確保しましょう。あまり開閉しないようにするのも有効だと思います。手を加えるならヘルメット後頭部との接続軸を短くすると前部分に空間ができてクリアランスの確保ができると思います。ハイグレードダブローダイバーアークすぐみレビュー。組み立てた感想、 GN ドライブが3パーツ構成になって色分けと展開ギミックが増えていたり、ヘッドパーツが水星の魔女キットのようなパーツ構成になって色分けがすごいことになっているなど、10年以上前のダブローのバリエーションキットだけどアップデートが所々に見られるのがとてもいいです。好きなところ余剰パーツかなり多いです。 GN ソード2やダブローの頭をそのまま作ることができます。 GN ドライブなどミキシングするときに重宝しそうなパーツが多くて嬉しいです。アークブレイザー、こういうコテと剣が一体化してる武器が一番好きです。気になったところゲート配置、クリアパーツのゲートが見えやすいところに来るのですぐみだと結構気になります。ポロリが多い、クリアなエフェクトパーツがかなり取れやすいので飾るポーズを決めてから取り付けた方がいいですね。手を加えるならダブロー系のキットとミキシング、エクシアとかダブローだと成形色も近いし武器の系統も近いのでミキシングしやすいと思います。手に入りにくいのが難点ですね。サーティーミニッツミッションズマルチクロスレビュー。内容物、ポンチョ一式、マフラー2種、マント一式。ポンチョは上半身をすっぽり覆う大きさですが、パーツ分割が細かく自由に動かせるので、腕の可動を大きく邪魔しません。中心部分をベージュ系で塗装するとガンマン風というかウェスタン風になってかっこいいと思います。マフラー、いいですね。個人的に飾り方で風とか動きを感じられるパーツは大好きです。マントもかっこいいんですけど、他のパーツに比べてポーズには制限がありそうですね。赤く塗ったり白く塗ったりしてもかっこいいと思います。